まあ今日本当のこと話すよ本当のことを話すそうなんでいいですか？で僕もです。なんとこちらの大先輩が来られた時、俺最初店入ってきて一回戻ったっていう、やばい人がそっち系の人がいるんだと思って戻って、変な人お客いないかったら常連たちが愛子さんですって戻ったことがある。愛子さんです。あの来られ来ていただいた時、うん、一緒に戻ったんですよ僕。嘘。俺さ、はい、そうデーブの店マナカと会ったじゃん、はい、あいつさなんかの番組だかなんかで一番なんか、はい、不良でヤバいの愛子さんとかってなんかテレビで、まあまあ、あいつそれ多分満場一致ですよ。なんでだよ。っていうかいは俺の中じゃ違う人なんだけど、あの通常僕はなんか入った時愛子さん声かけてもらったりしてて、うん、僕あの、まあ、僕もちょっとどっちかっちゃその真面目なのじゃなかったんで、不良の先輩に懐くの得意なんですよ。怒られないこう沸点を知ってるんですよ。だけどそのたまに調子込んでるやつが愛子さんになんかこう触れ合うのを見ると本当にドキドキしましたもん。これはやばいぞって。本当俺ね、ああでもねデーブはねお世辞とかじゃなくて、はい、応援してたのね。なんでかっていうと、はい、同じ母子家庭だったから、ああデーブ頑張れとかと、ああ言ってくれたんですよ、ね、俺本当覚えてんだよ。初めてデーブ見た時のバッティング練習がさ、はい、センターにある室内練習場の屋根にあったっていうのを見てさ、はいはい、であの合宿場のあのネット越えたんだろ。そうですね、はい、秋山、あれ秋山越えたっけな。秋山さんはセンターの屋根に当てるっていうのが得意だった。屋根を越したことがあるんですよね。マジで、はい、まあ行ったことある人間にしか分かんない話だけど。そうですね、まあ、でも愛子さんは、まあ、その野球、まあ、今回その経歴とかを見るんですよ、うん、いろんな方の。そうこんなに長い経歴とエピソードってないんですよ。愛子さんしかいないんですよ。あれねウィキはねあれ誰かが勝手にどん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 多分あれね俺の知ってるライターさんとかが勝手に入れてるような気がするんだよね。本当にいないんですよこういう方。やばいんで、まあ、もちろん野球の話は聞きたいんですけど、うん、まずこの検証したくなっちゃったんですよね自分的に。横浜っていうと僕ら茨城の人から見たらやっぱこうおしゃれで、うん、な感じだったんですよ。で愛子さんっていう人はもちろん甲子園で見て、うん、どうでもね普通じゃないなっていうのは感じてたんですね。ピッチャーはね一番クローズアップされちゃうからなんだけど、はいはい、前回上地、ね、後輩の上地が出てて、はい、なんかいろいろ話してたけど、もうね当時のうちの高校自体がもうひどかったから、はい、噂によりますと、うん、愛子さんがひどくしたっていう。いやいやじゃあってなことないですか。選抜出た時の頃、はい、あの長川さんってヤクルト入った、はい、もう当時はもっとひどかった。愛子さんの時代よりもですか。いやいやもう俺らぐらいから徐々にまともになりかけてた。今腰痛めそうになった。本当本当もうねそこの上の人はね本当やばかったもん。いやいやその落ち着いたのが何が落ち着いたんですか、ね、いや甲子園出ちゃったから、はあ、そうそう1年生で甲子園出た、はい、あの出たじゃない、はい、で全国的に横浜みたいな感じが、はいはい、わーっとなってからちょっと学校も、はい、だって不良しかいねえもん。大会系の先生なんか不良上がりの先生だからさとんでもねえんだよ。殴る蹴るとか当たり前だからさ高校でですか。そうそうそう先生がだって野球部なんかさ当時なんか今なんかさ1学年20人とか30人って決めてるけどさ、はい、当時なんてさ100何十人バーッと野球部入ってくるわけは一般からも、うん、ほんでさもうほんと1、2ヶ月でみんな辞めちゃうのよ、うん、野球やらさせてもらえないから、うん、ただ外野にあの横に並んで声出してるんだから、はい、だからさで辞めちゃうじゃん、はい、そうさあの野球部もう面接で野球部入りますって言ったらもう入学できるような学校だったから本当に本当ですか。本当本当だから商業科本当は商業科って2クラスしかないんだけど、はい、俺らの代は3クラスあったの、はい、でもう商業科ってもう本当にバカしかいないから全員です、ね、不良不良で先生も全部全クラス体育会系で、ね、もう不良上がりの先生ああもう不良の気持ちが分かるっていう先生方ですね。だからさ野球部やめんじゃんで部活やってないと学校ほら退学になっちゃうから。あそうですか。だから先生がさ野球部やめたやつがさなんかあの学校の中のさ駐車場でさ車洗ってっかお前何やってんのって言った、うん、いや俺を洗車部入部したんだよ。そう本当本当で体育会系の先生の車洗ってんだよ。先生も愛情なんですね。え愛情ね。いやいやもうとんでもねえから本当に
だってタバコ見つかってさあのやつが1年の時に、はい、野球部のさ部室のすぐそばがさ、はい、道っていう空手みたいな格技場みたいな道場でそこの態道部の先生っていうのが商業科の担任で段部の先生なのよ、はい、でそこのクラスのさ生徒がさ門で検問みたいなのやってるの先生だって毎回でタバコ見つかって、ええ、で定額1週間よ、はい、これあの笑い話じゃなくて本当の話なんだけど、はい、もう職員室呼ばれて定額1週間決まったら帯同場にその先生連れてかれて、はい、犯人に、はい、もうボッコボコよ、ほんでさ陸上部の先生が行ってさちょうど俺は見てたのね、はい、さ止めに行くんだろうなと思ったら俺にもやらせろっつって定額1週間なのに全治2週間っていう本当ですか、本当なんだよすごいっすね、そんな学校だもん。でも辞めさせないで置いてくれるんですね先生方。だってさ物質新しくなったんだよ、はい、やったとか思ったら一番端っこに床屋ができちゃうんだよ、はい、それもうあのパンチパーマとかかけてくるいるじゃん、はい、もうすぐそこつけてかれて坊主にされるっていうさそんな学校だよ本当に。じゃああの上地が言ってたヨタコ男じゃないですね。いやもうだからもう上がやばかったから3年生とかだ。いやもう俺合宿じゃん、はい、あ寮なんすか。寮へえ。3年生のだよくほらもうどこの高校でもあるけどさ3年生はもう神様で、うん、2年が人間で1年はゴミって言われましたよね。3年生の半径1メートル以内に近寄るな接近禁止。だ3年生がさ寮の廊下歩くとさだいたいさ2メーターちょっとしかねえんだよだから壁にこうだ張り付いてさ挨拶しなきゃいけねえとかさそうもう大変だったんだから本当それ、まあ、愛子さんも守ったんですか一応。いやちゃんと守ったよ。これあとなんなかったんですね、うん、まあちゃんと守ったんですね、うん、どうぞみたいな。そう風呂場でさ、はい、ほんとさ亀の産卵とかまだわかるじゃんザリガニの産卵やれとかさ毎日なんだよそういうのが。だから3年生と一緒にお風呂入れないんだけど、はい、たまに監督さんが渡辺さんが、はい、もう今日はもう時間遅いから1年も早く風呂入っちゃえっていう時は一緒に入んなきゃいけない、はい、そう3年生が「おい1年坊」ってそこのシャンプー使っていいぞって、はい、あの昔のさメリットみたいなあれが置いてあるんだよ、はい、もう絶対ションベン入ってんだよだけど分かってんだけど使わなきゃいけないっていう。そんな毎日を過ごしてたんだやばいっすね、うん、よりすぐりの悪い人たちが集まって残った人たちですもんね。そうだから野球部なんて不良じゃないか耐えらんない真面目なやつなんか耐えらんないもん本当によくあのラグビーで、うん、イソップとかみたいなあったじゃないですか、うん、その渡辺監督そんな監督だったんですね。その野球を教えるよりも構成上みたいだったんですかね、うん、いやもう本当そんな感じ。監督容認みたいなとこ時代だったから、うん、説教とか。なるほど、うん、先輩後輩があって変に止めちゃうとまた荒れちゃうからですかね。なんかちょっとやらすとこやらしたんですかね。そういうのもあったかな、うん、簡単に言えば自分らもやられてたからちょっとやりたいやつも出てくるじゃないですか。俺でも理不尽すぎるよやらされてることが。そうでしょうね。隣の駅の駅前の自販機のコーラ買ってこいとか線路沿いのさもう道をさダッシュだよ本当に。自由時間30分しかないから。あとあの商店街に出るのにさ、はい、あの学校の横の土手をはしご登って土手上がっていくと公園があってそっから行くと商店街近いのよ、はい、で商店街ずっとこう坂なんだけど、はい、で今日雨降ってっから、まあ、土手滑っからスパイクで行けて雨も何も降ってないんだよ。傘さしてさスパイク履いてさで買い出し行かされんのよ。そしたら今度商店街から学校にさあの文句が来るんだよ野球部がスパイク履いてあの傘差してと商店街走ってるとかっつって一番笑ったのがさ1年生さ、はい、全員百何十人の頃に、はいはい、全員トンボを2本作ってこいって各自さトンボをほんと2本作ってきたんだよほんでさおのおの自分で作ってるやつなんてトンボなんか使えないのトンボばっかでさグラウンドにさトンボが200本以上バーってこう。たまるわけよ名前書いてあって自分の1名しかないですよね。そう1名しかないよ230本あるわけよ自分用で作れみたいな。だけどさほとんど通いじゃん、はい、
で今なんかリュックだからいいけどさ、昔こんなでかいさ、うん、黒いバッグだったじゃん、ね、野球バッグ、野球部はでさ、それしょってさ、トンボ2本持っててさ、天神急行からさ学校に苦情来たんだから、いい加減にしてくれってほんで学校からさ、あ、駅から学校まで下り坂なんだけど、野球部バックしょってさ、歩いちゃいけないからトンボ2本持ってダッシュしてるみたいな。すごいっすね、それ。もうほんとね、だから年がら年中そんなことばっかだから。その時はアイコさんは1年生ですか？1年で寮入ってたから、まだ。じゃあトンボは作ってないんですか？いや、寮もやんなきゃいけなかったんだよ。でさ、あのジャイアンツ行ったさ、それこそデーブの先輩になるけど、安西、安西さん、あいつに頼んでさ、これあの P 入れといてね、はい、でさ、安西の中学の同級生に言ってさ、トンボ4本パクってきてさすが。でそれに名前書いておいといた。いいトンボだ。容量良かったんですね。そう。もう大変だよ本当に。毎日がもう1年生の時、もう早く早く大学来ねえかなって、もう2年間が苦痛で大変、大変だったね。練習もきつかったんですか？練習きつい。夏のさ、夏の強化合宿って、夏の大会前、はい、さ、野球部は朝5時半に起きて、はい、6時からジャージでグラウンドで、はい、なんかフォーメーションの練習とかやらされる、はい、合宿場の、はい、もうレギュラーばっかだから、はい、で終わって学校にユニフォームを着て、その上に学ランだけ羽織って、はい、出向届けっていうのを出して、はい、ホームドームだけ終わったらもうすぐ合宿場戻ってでバスで、はい、あの横須賀の今の横須賀スタジアムっていうの、はい、オッパマ球場で、はい、ために横浜使ってるそうそうそう、あそこで30ぐらいまで、はい、もういろんな一箇所バッティングやったり連携プレーやったりとか、うん、で帰ってきてレギュラークラスが7時まで打ちっぱなしよ、うん、で終わるじゃん。で飯食ったらこの監督さんが何人かこうピックアップして、はい、日産のさ室内練習場行ってさ、はい、150キロのマシンをさ打つわけよ、はい、でピッチャーそれからさ、はい、夜中あの野島ってとこまでさ5キロぐらいランニングしてっていうの、はい、毎日で。俺3年時なんてさ、監督さんがさ、あの準々決勝に標準合わせとけとかって言うからさ、はい、大会入ってんのにまだ強化化してるもう本当に大会始まったのに。そう、渡辺さんはね、あんま殴ったりとかそういうのはないけど、はい、練習はきつかったね。小倉さんは、俺入った時は小倉さん監督だった、はい、でちょっといろいろあって、あの5月か6月ぐらいに渡辺さんに監督交代したんだけど、はい、小倉さんなんて、デイブのうちの子がいなくてよかったよ、はい、思いっきりあのスパイク、剣じゃないけどさ、はい、あのイボイボね、はいはい、あれで飛び蹴りだからマジでびっくりする。昔のイボイボ、硬かったんですか？そう、そうアシックスのイボイボでさ、飛び蹴りだから本当に死んでるな。毎日だもんそれが。はあ、なんで持ったんですか？じゃあ愛子さん中学の時もだ、特待で入ったからやめるにはやめらんないわけよ。野球はあれですか、やってもちろんやってたんですよね。中学はやってたよ、リトルやって、はい、でシニアがないから学校の野球部、はい、逗子だしたっけ。そうそうそう、久木中学校ってとこでさ、はい、野球やってて、たまたま横須賀大会っていうとこで投げてる時の、はい、主審をやってた方が渡辺さんと知り合いで、うん、でその息子が僕の一個下で、うん、今湘南学園のところの監督やってるんだけど、うん、うちの高校に、うん、そのお父さんが渡辺さんに、なんか逗子にこんなピッチャーがいるよって言われて、うん、なんか学校にさ、中学校に連絡来てさ、横浜高校から、はい、俺鎌ヶ谷行く予定だったの、うん、そしたらさ、練習参加しろって言われて、はい、で行ってピッチングやってバッティングやったら、うん、で終わって着替えてたら渡辺さんが来て、お前うちに来いって一言で決まってたんですよ、鎌ヶ谷学園。いや、 うん、それで、あ、分かりましたっつって、なんか普通にパッと返事しちゃって、はい、だからそこがさ、母子家庭っていうのも分かってたから、だから金の心配いらないから。あ、そこは言っちゃいますよね。そうそう、あんですよね、それ、うん、僕も大学行きたくて、高校の時、うん、大学の方行きたかったんですよ、6大学憧れてて。でもその部長とかは、先生僕 大学って来てないんですかって言ったら、来てないって言うんですよ。嘘だったんですよね。来てたら僕が行っちゃったら、やっぱ母子家庭だから金もらった方がいいと思ったみたいで、おふくろも平本はって、あの皿洗いしてでも大学行かしたから、大学来てたら行けって言われて諦めたっすもんね。愛子さんもでお金をかけたくないっていうのは正直ありましたもんね、親に。あるある。もうだから本当は県立へ行きたいんだけど、うん、もう勉強なんかしないじゃん。そうですね、バカだからさ、もう私立しかないじゃん。そう、僕らは野球で行くしかないみたいな。そうなんですね、中学の時も、うん、まあ、もちろん不良ですよね
俺の行った中学校も不良しかいねえんだよ。だからほんと1年生の時にさ、そんなわけないですよ、ね、いやマジだって全員不良、1学年340人ぐらいいたんだけど、はい、そのうちの170人が捕まったんだ。あのね、1ヶ月間ね自習になっちゃって、で毎日一人一人職員室に呼び出しされて、はい、お前やってねえかみたいな、先生2人で、ほんで結局あの中学校なんてさもうすぐ喋っちゃうじゃん。そうですね、芋づる式に、で各クラスでトータルで170何人半分ぐらいでも不良だったんですね。不良ばっかだったな。でその中でもまあ中心的な存在だったんじゃないですか。僕ら入った情報はですよ。あのね、1年の時はね、俺らの年代はね、一人ね、すげえのがいたのよ。不良の中の不良が。不良が。で、バカの中のバカ。右と左がわかんねえんだから。いや、マジだよ。本当に。で、卒業式の練習でさ、そいつさ、おい、子よ、俺、あの、卒業式練習出てないから、賞状のもらい方わかんねえって言って。だから、まず、右手出して、左手出して、頭下げてって言ったら、右手っていうからもうめんどくせえから箸持つ方出して次に茶碗持つ方出してって言わないとわかんねえのよ。キングはそうそれでもらったんですか。そうそうその小山さんも表彰状は、あの卒業証書欲しかったんですね。いや、それはね、あの斉藤っていうね。あ、斉藤さんなんですね。で、あの神奈川県の高校どこも入れなかったから千葉のなんかよくわかんない学校行ったんだけど、あの全然友達ができないからって言って、うん、夏休み前に帰あの辞めて帰ってきた。諦め早いですね。そう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 すごい人が周りにいますね。いやいや、もうだから上野球部もさ不良しかいねえんだよ。もう中学の、ね、中学校の時からだってさ、ティーバッティングの練習グラウンドでやってんのにさ、ああ学校のさ校舎の窓に向かってティーバッティングやってさああバリーンとか割れたクラブ中の事故だとかって言ってさもう、ね、やんない、ね、ティーはそこなかなかそういうロングティーないですもんね。そう、ないないない中学時代までですよね。そう、面白いやつがでも多かったよ、うん、あの不良で面白いやつが多かったよ野球部なんかで。だって中間試験でさ、そいつさ野球部辞めちゃったやつなんだけどさ、うん、中間試験をさ飲みながらやったら普通で試験休んだっていうやつとかさ。だって俺あれ2年とかかな、暴走族の単車の頭やってたのが、はい、俺の横のやつだったの、そいつさパクられてで看病所入ったんだよ、はい、学校にって休んでたのよく通ったなとか思って、でやっとあの学校戻ってきてさおめえ痩せたなって言ったら、いや毎日麦飯だよそりゃ痩せるわ。すごいっすね。ほんとほんと、うちの親も、うん、僕、まあ、高校は行きなかったんですよ。大学は、まあ、高校野球やってやり行きたくなったんですけど、うん、で母ちゃんに「母ちゃん俺あの高校行かなくていいか?」って行きたかねえんだけどって言ったら偉いって褒められたんですよ。義務教育は中学までだから、うん、お前大したもんだって、いや大したもん子供になったななんて言われる親だったんですよね。で、まあ、まあよくあるやられたらダメみたいな親だったんで、舐められちゃダメみたいな母子家庭で頑張ったんですけど、うん、愛子さんのお母さんって どういうお母さんだったんですか。うちのお袋はねほんと厳しい、なんか人に1個世話になったら2個返せみたいな。同じですね。なんかだからね、なんかねそこはねすごい似てるなっていう感じがあったのよ、うん、母ちゃん厳しくてみたいな、うん、めちゃくちゃ厳しかった。だけどデーブのとこの母ちゃんもちょっと面白いとこありますよ、ね、あるでしょ、うん、うちの親もさなんかさ一回さ家中をなんか探し物してんだよ、うん、で何やってんのって言っていきなり最後あのご飯のジャーあんじゃん、うん、あの前に正座してたけしこの中にもしあったら私は死ぬってなんか手紙を探してたらしいんだけどもう俺さ爆笑しちゃってさ家でそれいくつぐらいの時ですか。俺がね中学校ぐらいの時かなそのジャーの中に手紙もしそこに私が入れちゃってたら私は死ぬ、最初冷蔵庫開けたりとかなんかやってっか何探してんのって言ったら手紙探してるってで最後ジャーの前正座してこの中入ってたら私は死ぬあったんですかね。よかったですね。結局なんか仏壇かなんかで引き出しに入れてたみたいで、本当ね、デーブさ、はい、そうそう、うちの親もさ、世の中こんなもんなんだよなとかって言ってたのがさ、うん、甲子園出てさ、出た途端にさ、うん、もう周りが変わるじゃん。そうですね。でさ、プロが決まってドラフトで、うん、途端にさ、
それまでさ、うちなんてさ、もう母子家庭で貧乏じゃん、銀行も相手してくんねえよ、さ、銀行の名刺がこんなんだよ、地域以外のさ、もう市外のよ、俺逗子だけどさ、隣の鎌倉だ、大船だ、横須賀だっていう、もう銀行員がもう殺到しちゃって名刺こんなになっちゃってて、やっぱ契約金を積んでもらったっての嬉しいんでしょうね、額もそうだけども、うん、それよりも、うん、あの横浜のだってさ、今でこそもうあのね、みずほ銀行ってなるけど、第一勧銀やったから あそこなんかもう一切相手されなかったの、うん、でうちはもう横浜銀行ってとこだけだったんだけど、郵便局と、うん、もう第一勧銀がさ、結局そこメインバンクになったんだけどさ、うん、口座をそのメインバンクになってもらうためにって、俺さスーツ2着にさ、はい、すげたけコートみたいの仕立ててくれた、銀行が、はあ、そんな時代だよ、はあ、うん、すごかったね。愛子さん兄弟はいるんだ。兄貴が、腹違いが2人、ああ似ていますねやっぱり、うん、だからね、俺はなんか現役の時デーブをさ、同じですもんね、俺さデーブ覚えてないだろうけどさ、まああの一茂がこれにも出てたけどさ、はあ、あいつ面白いよな。面白いですよ。デブ多分覚えてないだろうけどさ、俺があのロッテ最後の年さ、はい、あのいろいろあってファームに行ってさ、はい、ジャイアンツ球場でファームのジャイアンツ戦があった時に、はい、ピッチャーチンよ、小野、はい、チンがピッチャーでさ、はい、俺ファースト守っててさ、デーブがセカンドランナーでさ、はい、一塁ランナー一茂、はい、であのノーアウト一二塁でさ、でバッターがもうバントの構えなんだよ、はい、だから俺の後ろで一茂がさ、デーブ強いバントだったら走んなくていいぞとかって言ったらさ、デーブがさ、バカでしょあいつって言って、でチンがさ、タイムって言って座り込んじゃって、もう勘弁してくれよとかってゲラゲラ笑っちゃってさ、でデーブがさ、アイコさん、 あいつ絶対ファーストコーチャーのつもりで間違えてんですよとかつって言って、ファーストランナーなのに本当おかしいですよね。もうチンがさ、もう投げれねえつって言ってタイムかけたんだからでも、愛子さんとファームで当たったことがあるって不思議ですもん。だって愛子さん、僕ら入った時はもうバリッバリでしたから。だからデーブは、本当ジャイアンツ行ってよかったと思うよね。よかったですね。もうだって、ツトムがいたからさ。出れるわけないですよね。隙間なかったもんね。ああ、ファースト清原で。出れるとこないですよ。いや、でも、あの、ロッテではさ、あの、言ってたのよ。もう秋山がすごかったけど、うん、それより飛ばすぜ大久保はみたいな感じで、ね、うん、でその後に出てきたのが柿内だよ、ね、あ、柿内ですよね。あれもなんかファームじゃ伝説的な飛距離すごかったですから ね、僕あのロッテ浦和の一番人生で飛んだのがイラブから、うん、ロッテ浦和のネットあるじゃないですか、うん、あれ超えたことあるんですよ。レフトのレフトのネットマジで、はい、で新幹線当たんじゃねえかぐらい飛んだす 160m ぐらい。あれあの高さ超えるって相当だよ。あれイラブのフォークあれ超えたんですよ。だからデーブフォーク打つのうまいもんね。なんか佐々木のフォークもホームラン打ってるんで、ね、抜けたら俺のものみたいな。だから三振なんか当たり前と思ってるんですよ、うん、空振りが。そうか、ちょっと上がったら打つからっていうのはコーチにも言っといたんです。三振気にしないでくださいと。全部打ちに行くからあれ落ちたら負けるけど上がってきたらなんとかなる。でもあの当時デーブみたいなバット使ってるのお前だけなんだ。 あんなグリップ遅いの。そうですね。俺持った時に、あ、絶対使えねえと。愛子さんの、愛子さんの落合さんにちょっとやっぱ似てるんですかね、あれ。あれ、落合さんって35インチじゃん。あ、なかったっすか、落合さん。あれ、88点何センチはぁ。の34インチ版にしてた。ね、形スラーっとしてましたもんね、うん。ホームランバッターが使うっていう雰囲気じゃないですよ。違う。秋山のバットも、東西対抗で借りて使ったけど、触れなかったんですよ。そうですね。重くて。あの人は、手がでかいんで、バカでかいから、うん、僕らが持ったらちょっと太めのグリップですけど、あの人たちはあれめちゃめちゃ細く感じるように、僕らぐらいに感じてたみたいです。しかしあの身体能力異常だよ。異常でしたよね。カモシカみたいでしたもんね、走ってるの。あの当時の西武って、本当あのロッテの気持ちを味わしたいなと思うぐらい、もう西武戦嫌だったね。俺入った時なんかさ、うん、4勝22敗だから。だからいつ勝ったか忘れちゃってんだけど、ね、あ、西武にさ、どっか遠征で鹿児島からどっかで西武戦勝った時に、本当ベンチで、あれ前勝ったのいつだっけって言ってたの。4勝しかしないの。だって西武球場で1番石井さんだったんだけど、2番の山崎さん、うん、テリー、田淵、太田、田口さんって、うん、4連発だ。花火が間に合わなかったの。俺ブルペンでさ、すげえなとか思って。
その頃ピッチャーですか。最初ピッチャー1年目の時。あれ愛子さんは、うん、じゃ高校の時も、うん、まあ投打じゃないですか、うん、どっちも、まあ、二刀流じゃないですか。どっちのが好きだったんですか、ピッチャーとバッター。俺打つ方。あ、そうか。打つ方はピッチング練習嫌いだもん俺。あの当時で多分俺ぐらいじゃない、俺100球以上投げたことない、ブルペンで。練習でですか。そうそうそう、うん、俺甲子園の決勝の前日さ、雨で1日空いたのよ、はあ、俺報道陣用で7球しか投げてたあ、もういいやっつって言ってそう、あの頃も僕らはよく覚えてるんですけど、うん、その楽勝だよぐらいのインタビューで常に答えてたイメージがあるんですよ、うん、あれはね、あの渡辺さんが、はあ、監督さんが県庁に挨拶行った時に、はい、もうなんか優勝旗を持って帰りますってはっきり言っちゃってで報道陣の前でも、本当キャプテンだから言わなきゃいけない、はい、同じことを、はい、でも野球部のみんなはもう早く終わってあの教習所行きたいっていうやつが多かったから免許の方がだけど国体は出てえなってベスト8までは行こうぜみたいな、そんな感じだったの、はい、だけどもう監督さんそう言うじゃん、はい、もう本気よ。だから甲子園行って外出禁止だもん。ほんと。だからもう、竹園旅館よ。はい。あ、泊まってたんすか。そうそうそう、あそこだもん。ええー。あそこさ、オーナーがさ、鎌倉学園で神奈川の人なのよ。だから、竹園旅館でもうほんと外出禁止で。でもあそこだったらよかったですよね。食事もいいですしね。外出禁止。飯うまかった、ほんとに。ジャイアンツの選手らもあそこ行くと2、3キロ増えて帰ったっすもんね。飯が良すぎて。あれさ、何種でも出んじゃん。はい。しゃぶしゃぶとかそう、すき焼き、すき焼きとか、そう、あの、シンジいるんやん、息子。あ、シンジ、連絡取ってます、もう今でも。あ、そう。はい、あいつも悪かったからね。あ、そうなんすか。あいつ、だって俺同級生だもん。だって俺優勝した時に、はい、夜、安西と俺と、シンジと、シンジの母ちゃんと朝まで麻雀やってたんだから。それ、ね、夏の大会の後ですか。そうそう、いや、だから甲子園、優勝したんですね、優勝した時。日にで監督さんはあの OB の方とどっか飲み行っちゃって、はい、誰もいなかったから、うん、残った連中はあの食堂にある全部飲んじゃってえ本当にあそこの竹園でですか。そう愛好さん甲子園の時さ、ちょうどさ第2試合とか第3試合ってくっそ暑いじゃん、うん、なんか結局その時鳴門高校の試合だったのかな。ピッチャー島田とさ、はい、キャッチャー畑よ、ヤクルトのあのピッチャーがロッテにいた島田、はい、うん、そことやってさ結局1対0で勝ったんだけどさ、はい、途中ピンチの時にさ普通さマウンドにさイメージとしてはマウンド行ったらさこうなんか内野手がさピッチャー頑張れよとかって言うじゃん、うん、安西なんてさひでえからねあいつが俺がピンチだっていう時にさマウンド来てさおいこう焼き切れかっつってまあそう見えたんですけど甲子園のバンドでする会話じゃないですもんね、100%。いや、プロでもそんな会話しないプロはお前今日どこ行くのとか遠征だってさまあまあ、誰とは言えませんけど、うん、やっぱりサイン出る時あったんですよ。そのシートノックで雨降ってると、うん、こういうサインが来て僕も、まあ、こういういいですよっていう、そういうサインはありましたけども終わってから。そういう声のかけ方はないじゃん。ないですよね本当俺さでさ、うちの高校って卒業してももうさ、ほんと1校へのキャプテンなんてさ、いまだにさ、うん、この1個のさ、死んでも埋まらねえんだよって言われる本当にたまらく60年俺らこのこうなるんだもん、ほんと1校への先輩、いまだにだよ本当に通常はちょっとね、なんか慣れしくなりますけどね。高校の応援行ってて、ちょうど何年か前に会った時だって、うんうん、あの決勝戦俺30分か40分ぐらい前に試合開始、はい、スタンドに行ったのよ。したらもう来てたのね、はい、キャプテンの人、はい、挨拶行ったらさ、お前よく俺より遅く来れるよなそんな学校だよ多分ね、応援行ったのにいろいろもしだからもうあのうちの高校のやつってだからあの俺の後輩なんかもそうだけどさ、サイプレス上野ってラッパーのやつがいるんだけど、うん、未だに不良だからね。だってヨタつい俺ももあのもらったりしたんだけど、うん、ヨタコって入ってる T シャツ作ったりとか。え、その人横浜高校なんですか。そうそうそう。ラッパーの。うちね
何気にね変わってんの多いんだよ、うん、だからゆずの北川とかさ あの人ですあれうちの高校だよ。あとはだからそれこそ今井上尚弥やって、うん、世界チャンピオン、はい、あそこの会長もうちの高校だ、大橋は俺の2つ下で、でそれの2つ下かな、レスラーのさ鈴木みのるっていう、はいはいはい、うん、世界一性格が悪い男とかっていうフレーズで、そうなんですか、あれもうちの高校だから俺はよく言うのよ、俺はもう尊敬する後輩がうちの高校には3人いるって言ってて、はい、大橋とみのると松坂よ、あすごいす、ね、この3人はやっぱすごいね。みのるなんかもう52か3でまだ現役やってるから、うちの高校ね不良、まあ、みのるも大橋もみんな不良なんだけど、はあ、だけどなんか面白い方向で頑張ってんだよね。それあれですかね、やっぱ無理やりボコボコされたりする怖い先生もいたけど、うん、やっぱチャンスはもらえてたんじゃないですか。だって普通タバコ吸ったら1週間停学のとこじゃなくて2週、うん、全治2週間もすごいけど、もう置いてくれてるわけじゃないですか、うん、学校に、うん、途中でパン切られてやめてったらどっか行っちゃうのかな、ね、あんまりひどいのはもうほんと途中でもう学校退学になったりとか、うん、そういうのだからそこちょっと分かんないですよね。あんまりひどいレベルが分かんなくて、うん、先生が当時はもうあの不良上がりの先生ばっかだから、うん、不良のことをよく分かってる。なるほどですね。だって俺あのボクシング部の先生がさあの体育の先生だったんだけど、うん、あの海道先生、でもうすっごい厳しいのよ、はい、ニコニコしながら腹にパンチ出てくるような元気かみたいな感じで結構きついやつなんだ。そう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 、甲子園帰ってきてさ、でなんかおあいこお前今日は外でサッカーかなんかだったのグラウンドで、うん、お前今日授業出なくていいやって言うの、えっつって言ったら、うん、教会室行ってくれ、うん、で分かりましたっつって教会室行ったら、はい、もうさ甲子園帰ってきた後だから、はい、で授業ないでさ、はい、あの体育の先生がいるわけよ、はいはい、そしたらさもう敷地がこんなんのよでさお茶とみかんが置いてあってさ、俺授業中ずっとサイン書いてんだから先生集まちますよね。じゃあ書いてほしいです、ね、考えらんないよ授業中に。ほんでさ横からさその体道部の先生よ、はい、横からさ「おおまいこと」って言ってくるぐらいだからまあいい時代じゃいい時代ですよね、ほんとそういうのが。そうそう、今の子たちってさある部分はさものすごい恵まれてるけど、うん、ある部分ではかわいそうだなとか、ね、かわいそうですよね。ちょっとなんかやってもさ、そうですよね、うん、怒ってもらえないですからね。いやだからさ名前出し申し訳ないかもしれないけど清田みたいなことってさ、ね、なんか女のこととかさ、ね、そんなの昔なんてさ当たり前だったじゃん。こんなことでこんな大騒ぎになっちゃうんだみたいなさ。確かにね。だって昔なんかさ全部やんなかった、あのファームなんかでもさうわーっとこうバスの周りに女の子いたらさ、はい、プロ野球選手ってさこうプロ野球あるあるだけどさあの部屋の鍵をいちいちフロントに預けないの。そうですね。でもうバッグに入れてさそのまま試合行くじゃん、そうですね。で帰りにさキャーキャーこうなんか女の子いたらさ部屋のルームナンバーを超えてもうだってドラゴンズなんかさ俺面白かったのさ赤プリだったのよ。ああ今なくなっちゃったけどさ、あ星野の監督の時代じゃないですか。そうそうそう星野さんの時、もう本当笑ったのがさ、結構みんなさちゃんとさ自分でさ別の部屋取ればいいのに、まあ、実の部屋に連れ込んじゃってるの。ああ何かいたの。それちょっとね紳士協定義務違反ですね。ほんで、野球選手ってほらもう所詮プロなんかでもさあの野球バカしかいないから、そうですね、だから考えること一緒なのよ、うん、で大体さモーニングコールが10時だから確かに8時ぐらいに女を返そうっていう考えなんだろうね。なんかあのエレベーターでみんな鉢合わせになっちゃったらしいね誰だお前昨日外人呼んだのはっつって言って一人外人がいたらしい今の子って ある意味高校時代とかさ俺らの時代と違ってさ本当野球で真面目に過ごしてきちゃってプロ入ってくるじゃん。でプロ入って遊びを覚えちゃうとなかなかやっぱそこ立ち回りがうまくないよね。なるほど。そっちに夢中になりすぎちゃうんですかね、うん、気持ちよくて。昔はさもうみんななんか高校時代に一通りやったっすもんね。遊ぶ時代、ね、あった、うん、だからプロ入っても特別なんかこう初めてみたいな感じじゃないけどさ、うん、地方の子たちがさいきなり東京の球団とかでさ、うん、東京だ横浜だなんてもう地方にはないようなネオン街があったらさ、そうですね、それはやっぱりね、
早かったですかね。僕ら高校な負け弱いの分かってたんで早く負けるの知ってたんで髪も伸ばしてて、僕らの時代負けた翌日パンチパーマできましたもんねやっぱりその遊びたくて。あの横浜高校のイメージって県立で頭が良くてみたいなイメージですよ、うん、1年で甲子園出た時言われたもん、うん、え県立じゃないので、そういうイメージなんです県立 で、うん、でしかもあのユニオームの当時で言ったらすごい爽やかなユニオームに愛子さんたちも見えてかっこよくて、うん、プロっぽいユニオームみたいな。私立だよ。もう私立でさ偏差値も低いようなさ、いわゆるさ、なんていうの、掛け持ち高校、受験の併願ってさ、県立一本とかじゃなくてさ、はい、一応掛け持ちっていうかさ、県立落ちたらみたいな感じで受けてくるからさ、はい、倍率がすごいのよ受験の。俺らの時で5倍ぐらいだから、は俺ら優勝しちゃったらさ、はい、もう十何倍とかで跳ね上がっちゃってさ。だけどうちの本当はうちの高校って校長先生が東大出なのよ、もともと今の校長じゃなくてね、初代の、だから本当はちゃんとした頭のいい勉強ができる学校にしようと思ったイメージはあったんですね。なんかどんどんスポーツ学校になっていっちゃって、でそうなるとやっぱりスポーツしかやってこないから、まあ、勉強できないのがどんどんこう入ってくるじゃない。だってこれ真面目な話だよ、テストあんじゃん、名前に丸5点って書いてあるよく漢字で書けましたみたいな感じ。本当ですか。本当本当名前にちゃんと自分の漢字を間違えずに名前を書いたら丸5点って書いてあるすごいよくあれですね、甲子園優勝しましたね。やっぱいや本当だよ。で監督が言っちゃったからキャプテンだし、そうだからどんどんそう取られていったっすもんね。なんか江夏さんのピッチングでこうなんかこうなんていうの、威風堂々といってバーン三振取って明日も勝つよみたいな風に見えましたもんね。あのね、本当はすっげえ喜怒哀楽を出して投げてたのよ、うん、ある試合で1年生がエラーして負けた時に、サヨナラ負けした時に俺自分がそのヒットを打たれたことに腹立ってグラブバーン叩きつけたら、もう渡辺さんにもう一番怒られたかな、もう本当に殺されるんじゃないかぐらいの雰囲気で、二度とやるなっつって怒られて、それからもう完璧なポーカーフェイスになって一切喜怒哀楽を出さずに、だからなんか高校生らしくないみたいな。いや本当はいろいろもうやべえなとか、もうそういう顔したいんだけど、うん、もう甲子園ではもうなんかそういうの出さずにみたいな。もうだって箕島戦なんてさ、俺らさ箕島天理双日とかさ、うん、もうそうそうたる当時の学校じゃない、うん、そこ相手にしてからさ、もう本当ドキドキしながら投げてるんだけど。本当してたんですね、ドキドキ。だってもう箕島なんて全盛期じゃん、うん、前の年優勝してて、はあ、尾藤監督、うん、もうでも渡辺さんがさ、もう尾藤さんに勝ちたくてしょうがない雰囲気がもう出てたからさもう他の学校もね、よくよく考えると結構不良いたよいっぱい、うん、もう箕島のキャッチャーなんてさ、あのおー愛子元気かよって言うからさ、安西もなんか言われたらしい、うん、でよくよく見たらさ2年坊やってさなんだあの野郎とかっつって言ってやばい子いたんすね。本当俺さ、本当さ2つ上のさ、あの1年の時キャッチャーやってくれたさ、はい、吉田博之さんってさ、はい、あの南海大英阪神、はい、はいはいはい、吉田さん横浜高校なんすか。そうそう、俺の1年の時のキャッチャー、俺大英戦の時に吉田さんがスタメンでさ、はい、あの次の日日曜日のでさ、土曜日の試合だったんだけどさ、試合前にさ、おちょっとこう挨拶に行ったらさ、うん、したら「お前今日うち飯食いに来いよ、うん、ありがとうございます」って、うん、デーゲームだから試合終わって、うん、だから俺その日さもうバカ当たりでさ、うん、5打数4安打でさツーランとさ、最後さ永井さんからさ、うん、9回の表に逆転満塁ホームラン打って勝ったのよ知ってさ家行ったじゃん、うん、知ったもう「お前よ」って。知ったら俺の時考えるよって言ってビール飲みながら、俺朝5時まで永遠正座だからずっと説教だよこの世を打っちゃった方ね。いやもううちの高校だから年いっても今の俺の年でもだよ、関係ないんだよね普通はなんか慣れ、本当慣れますけどね。もうあ、いや他の学校が羨ましいしょうがない。そうですよね、結構どっちが上か分かんない感じになってますもんね。でさ、これさあるあるだと思うんだけど、同県ってプロ入ると先輩後輩じゃない。ああそうですね。俺だからよく原さんにさあの挨拶行くのよ、はい、あのドラゴンズの時、ね、
でさ、その時さ、ちょうどコーチに佐野さんがいたのよ、はい、佐野クリストさん、はい、ここの 大先輩じゃん、はい、原さんがさ、あの挨拶行くと、お前最近よ、あの佐野に挨拶来てねえらしいなとかで、どこにいるかわかんないので、よくよく探したらセンターでキャッチャーの練習やってんのよ。俺さ、もうその頃36とかさ、そんな年齢だよ、ダーッと行ってさ、もうおはようございますってさ佐野さんですか。そう、あれ佐野さん横浜ですか。そうそう、大先輩だよ、3つ上の。確かに、だから、あの斎藤孝之いいんじゃん、はい、あれもう毎日挨拶来るから、もういいよ1日でって、3年生の初日だけでいいからとかさ、もう、 うちの子おかしいんだよ、なんか本当に。確かにおかしいですよね、うん、3年生だって頭だけですよね。そう、プロ野球は楽だったんじゃないですかそんな先輩っていないですもんね、プロ野球ってそこまでって人いないじゃないですか、ロッテ。いや、有藤さんも恐ろしそうだったな。張本さん、有藤さん、さんいたんですか、まだ。俺1年目いたもん。俺だって張本さんさ、シートノック入んないから、俺いつもさ、シートノック中ピッチャーで一軍にいた時さ、はい、ブルペンでキャッチャー役よ。すっごい、ほんとションベンカーブ投げてくんね、はい、でわざと取りにくそうにこう取ると、はい、おそんな曲がったかって言ってもう大変だったんだけど、すごい時代だ。なんか知らないけど、すごい可愛がってくれて、はい、でさ、西武戦、初めての西武戦の時にさ、はい、あのベンチ前でウォーミングアップやっててさ、はい、俺ケツの方で、で張本さんも一番後ろで走るじゃない、はい、だ田淵さんがティーをやりに来たんだよ、はい、バッと、はい、じゃあ、おあいこちょっと前に、これが有名なバカだって紹介されて俺さ、どうやって挨拶していいか分かんなくて18歳でずっと俺だってもうテレビで見てる人じゃん、うん、田淵さんだって阪神時代の、そうですね、うわ田淵さんだよとか思いながら、でも張本さんのさ紹介がそれじゃない、もうびっくりしちゃってさ、どうやったこういう、でもう田淵さんも笑いながら、ハリさん勘弁してくださいよとかって言いながらさ、これが有名なバカだったんですよ、初めての あの紹介がそんな紹介だよ、田淵さんですもんね。それでさ、俺がさ初めて経験した乱闘がさ、はい、西武戦よ、はい、川崎球場でロッテのピッチャーがぶつけたのよ、はい、で乱闘になってロッテが悪いんだけど、はい、ロッテのベンチ前でさ、一応先輩に万が一乱闘になったら、あの出なきゃいけないけど中入るな、なるほど、スパイクで、うん、踏まれて怪我したりするから、なるほど、ピッチャー入るなって、はい、ゴワーっとなって、もう血気盛んじゃない、はい、有藤さんとかさ、あの江島さんって言ってヤギ将軍みたいなのが、うん、何やこらみたいな感じで、向こうはもう先頭に田淵さんがいて、太田さんがいて、山崎さんがいて、うん、さんも怖いですもんね。でやってたらさ、最後張本さんがさ、バーッとこう入ってきてさ、おこらぶちっつって田淵さんに向かって、お前ら野球できるのさすぞそしたらもう田淵さんが、もうハリさん分かりました、もう謝るんでって、謝るのこっち、謝んなきゃいけないのこっちなんでさ、俺が最初に経験した乱闘がそれよ。うわプロってすげえとか思っちゃって、だってもっと言うとさ、キャンプの初日、はい、俺鹿児島ですか、鹿児島で一軍のキャンプでさ、はい、俺村瀬長治さんの同じテーブルで座って、はい、であの山内さん監督よ、うん、で監督の訓示みたいなのがあるじゃない、はい、初日、あミーティングの時ですね、そうそうそう、もう練習前に行く、はい、でなんだかんだこう喋ってて、俺もなんか一時く聞き逃すまいみたいな感じで聞いてんだけど、山内さんさ、もう喋るの好きで何言ってるか分かんないとこあるんだけど、でもそれでももうなんか言って、で山内さんがじゃあ今日からみんな怪我なく頑張ろうって言って、うん、張本さんさ、監督の前にこうやってバットをこうやって一本持ってこうやって座ってんだよ、真正面で、ほんでさ、今日から頑張ろうって言ってみんなわっと立ち上がった瞬間に張本さんがさ、で結局あんた何が言いたいんだなって言ったの俺さびっくりしちゃって、いや選手が監督にあんたって言うんだと思ったら、俺1年間ベンチにさ、はい、前期だけだ、はい、前期だけベンチにいたけどさ、1回も監督って呼んでるの聞いてないもんねあんたって言うんだよね、ハリさんだけですね、そうそう、ハリさんの年下ですよね、全然下でもなんか昔は先に入った方が偉いとか、あの実績が上の方が偉いんだみたいな、ね、なんかそういう上下関係があるんじゃない、だからもうプロ野球ってこんななんだとか思って、日生でさ近鉄戦の時なんてさ、ロッテのさヤジ将軍の江島さんとかがうわうわヤジってたの、うん、あの近鉄の平野さん、うん、したらさ、あれテレビ中継あったらどうすんだとか思っちゃうぐらいでさ、バッタープレーボールかかってんだよ、バッターボックス外してさ
でロッテ側のベンチのまんま来て「誰や今やじったんわ」っつって言ってさバッと持って仁王立ちしてさそしたらこうもう張本さんとか有田さんが「なあこら!」とかっつってこうもうさヤクザの出入りみたいなもんだよ毎日が。本当にすごいですよね。もうだから俺らなんか可愛いもんだよ本当に。もう横浜高校が可愛く見えましたね。じゃあそうそう、もう有藤さんなんて口より手の方が早い。本当にこの間テレビ見てた解説で、うん、佐々木朗希が、うん、ピッチャーコールちょっと遅めにとって処理が遅くなってパッとランナー見て早かったパンって慌てて放ったら、うん、あの有藤さんぶち切れてましたからね。こんなの一瞬やっちゃダメだって、現役の選手がこんなプレー二度とやっちゃダメだと怒っちゃってて、有田さんむちゃくちゃだよ。監督になったばっかの時、監督になってすぐのさ秋のキャンプなんで、その時はもう野手ですか。野手野手、うん、まあ、有田さんが育ててくれたみたいなところがあるわけよ、うん、落合博満の弟子で付き人で兼弟子みたいにしてやってて、はい、でいなくなって有田さんの時にあのレギュラーで使ってもらえるようになったんだけど、うん、もうさ1年目のキャンプなんてさもう野手全員特集40分、はあ、でピッチャーも特集なの、うん、でさ笠原栄一っていう、あ僕同級生です栄一、はい、あいつさなんか柔道部のさ、はい、ダボダボのジャージあんじゃん、はい、あれ着てんのキャンプ で有藤さんがお前はもうプロなんだからそんなの着なって言われてんのに、次の日もは朝見袖に来たから有藤さんマジで食事の場でぶなぐっちゃったりとかしたの、うん、で今度 A1 が特使よ、はい、でさなんかこう特使がもうほんとフラフラになって終わった後に有藤さんがボール3つ4つ持って怖いとか言って外野走ってくのよ、うん、引退してすぐだから元気じゃん、スパイク相手監督やってんだから。ほんでさ怖いとか言ってた有藤さんがこうポンって上げるやつをこうやって走って追っかけるわけよ、うん、でバーッと行ったら A1 がさもう何を土地狂ったか待てこの野郎とかって言いながら追っかけてった、有藤さんバーッと走ってるの逆に戻ってきてぶん殴っちゃったからね。笠原がすか、何この野郎とかっつって言って笠原が殴ったの、笠原が違う逆笠原が待てこの野郎って有藤さん追っかけてったわけよ、うん、ボール持って走ってるの、と有藤さんもう逆走してきてさぶん殴っちゃったじゃん。何この野郎とかっつって、だから笠原の息子 DNA 引いてますよね。そうそうそう、すごいっすもんね。あいつの YouTube もだって栄一あれだって あいつ趣味オートレースで川口王とあの金網つかんでこんななんて見てるぐらいだからさ、あいつ現役の時からさあそうっすか。そうそうそう。でもあの時ねあれだったんだよ、栄一取るか渡辺久信取るかって、で久信はロッテでもいいですって言ってたらしいんだよ、うん、だけどスカウトがすっげえ怒られたのが、だけどじゃあ渡辺久信じゃなくて笠原を取るって言って笠原を取ったの、もう逆転してたらみたいなとこがあったけどね、栄一、ね、もいいピッチャーだったけど、ね、いいピッチャーですよね。もうすっげえあの笠原ともう一人あざま忘れちゃったけど本当にバカで一般問題みたいなのピッチャーがやったのよファームで、はいはい、本当に本当の一般も一般のしょうもない問題でアメリカの首都はとか、はい、でアメリカの首都をニューヨークで書いちゃったの、はい、本当はワシントンじゃない、はい、まだニューヨークならいいけどそれをひらがなで書いちゃうっていう笠原って桁違いですね。プロ野球選手ってそんなもんなんですよ。そんなもんですよね。え、愛子さん何年目から野手ですか。俺4年目あ3年やったんですか、ピッチャーピッチャー3年やったよ。俺3年目だ、2年目の冬の、はい、あの1月の自主トレから、はい、落合さんにあの弟子入りしてたんで、弟子っていうか、はい、栃木のゴルフ場で、はい、山ごもりをするから、うん、俺に背番号くれた高橋宏さんってキャッチャーの方が、うん、あの落さんと仲良かったから、お前あいこ、まあ、落に頭下げて連れてってもらえ、うん、って言って、うん、そっから落さんの、うん、もう付き人兼みたいな感じだったんだけど、うん、で3年目の時俺ずっと一軍いたんだけどさ、うん、落さんファーストだったんです。それまで、うん、ほらセカンドやったりサードやったりしたんだけど、うん、ファーストになった時に落さんファースト一人しかいないからもうシートノックめんどくせえからよって言って、はい、お前手伝いに来いって毎試合俺ファーストピッチャーなのに、でもうずっと1年間お前もうピッチャーやめろって、ああ落ちたら言ってたんですね。そうそう、でそのピッチャー儲かんねえからって当時はさ、俺中継ぎやってたんだけど中継ぎって評価が、ね、ほとんどないから1000万プレーいなかったんですよね。野手のが儲かるしお前バッティングあのいけるものがあるから、うん、もうやめろって
で最終戦俺本当今でも覚えてるんだけど川崎球場で日ハム戦ソレータを三振取って、キャッチャーの土井さんはさ、土井健二さんは、お前今のボールだったら来年いけるだろうって、もう今日でやめますって言って、で越智さんに責任取ってくださいよって言って、もそれからよ死ぬほどバット振らされてさ、であの人さ素手じゃん、師匠が素手だから俺らが手袋できないっつって言って、もう手袋なしでやったら手ベロベロに皮むけるわさ、ね、でも西武がさ、俺入った頃デーブの時は分かんないけどさ、2軍はさあの10年早いみたいな感じで手袋なしだったじゃん、時があったっすよ ね、はい、うん、ありましたありました、あとまあいろんなのあったっすよ、1年目はまあ色付きのグローブダメとかライオンズは、じゃあ茶色は色じゃねえかって話になったりあのパーマもダメだったり、なんかファームの監督さん誰だっけ、日野さんじゃないですか、すっごい厳しかった、ブチマって言われてたんですよ、殴るからすぐ、やっぱり殴らない人いなかったですやっぱり、清もぶん殴られてた、清もやられたんです、日原さんに、あいつ刃がなんか突き立てたんじゃないですか、ここあいつ刃あったじゃないですか、殴られたら刃出たっつってましたもんね、ロッテそういうのなかったですか、ロッテはだから有藤さんぐらいかな、有藤さんってまあ殴ったりもするんだけど、とにかく考えられない練習させる、片足屈伸100回やれって俺やらされたもん本当に、できますかね100回ね、いやもう本当死んじゃうかと思った、でさそれもさファン感謝デーの時にやらされて、感謝デー前にで、たまたまピッチャー3人で俺と一個下にタゴジョージってのがあって、タゴさんジャイアンツ来ました、そうそうそう、あと吉岡っていう後にバッティングピッチャーになったのがいいんだ、うん、でこの3人がさ片足屈伸100回と腹筋1000回やれとか言われて、ファン感の日ですよね、そうそう、ほんでファン感の日にさグラウンドでさライトのさところでさ片足屈伸やらされてさ、ほんでもうで復帰は何回やってんだって吉岡が100を5セットって言おうと思ったら100って言った瞬間に何100回ってポコーンってぶん殴られて、ほんでさたまたまさ玉入れがあったのよ、で俺らさ有藤さんがちょうど俺らのさあの敵のチームだったわけよ、ほんで有藤さんちょうどあの後ろ向いてこう やってたから、で玉入れでもさ中にさ小豆で硬いのがあんじゃん、あれもう玉なんか入れる問題じゃねえ、もう有藤さんに向かってぶん投げてさめちゃくちゃやらされたもん、はあ、練習でもあの人ね監督になって最初の春のキャンプの時に、これ後から聞いたんだけど奥さんに2000万用意しとけって言ったんだって、でなんでかっていうと選手を壊すかもしれない、そのぐらいの覚悟で、でカープが5時まで練習してると、1日8時間練習やってると、何を狂ったか7時ぐらいまで練習グラウンドでキャンプですか、キャンプキャンプだって、あの紅白戦18イニングだよ俺11打席ぐらいだったもん18回やったんですよえ、そんなことやったんですか、やってたやつは、でカープよりうちの方が練習やってっから負けるわけないって言って、うん、カープとオープン戦で負けてもう平沼とかかわいそうだったのが、はい、有藤さん1年目はさずっとスパイク履いてたのよ監督なのに、でさ自分がもうスパイク履いてるの忘れちゃうのよ、はい、シーズン入ってでも平沼なんて血だらけだからね、ほんとスパイクで蹴っ飛ばされて、平沼さん中日から来たんですよね、そうそうそう、とんでもないとこ来ちゃったんでしょうね、いやもうだってあの時落合でもう4対1のすごいトレードで、牛島さん、牛さん、牛さん、桑田さん、上川さん、あ上川さん、平沼、はい、でこの4人自主トレで怪我したあんまりきつくて考えられない練習量だからさこんなにやったことないとかって言ってあの頃合同実践まだあった時ですかね、そうそうそう、だって早稲田の陸上の先生が来てさ、あそうだあれ5年1時間ぐらいずっと走ってたりとかさあれ愛子さん僕1年目の時愛子さん5年目のはずなんで、うん、秋山さんと同級生ですもんね、うん、そう5年目の時まだあったんですよ自主トレが、僕も、うん、自主トレ最後の経験者ですよ、ライオンズもきつかったんですよ、スパイクで1時間走りやった後 100m ダッシュ100本ですよ、出した半分にしてやるって言うからおっしゃってみんなでガッツポーズしたら 200m だったって同じじゃねえかってやっぱライオンズもやったんです、最後クールダウンだって卵一周40分以内よーいどんと8キロマラソンですから、ライオンズもやったんです、広岡さんも、そんな時代なんですね、もうあれ、そうもうなんか無駄に、で俺有藤さんの時なんてさもうさ試合前だよ早く出てきて、うん、ポールポールを10往復あの全力で走ってジョギングで戻ってっての10本やらされて、
それから1時間徳田を130試合やらされて、ダブルヘッダーもやったんだから俺朝。はあ。それが試合なんか関係ねえと。俺ネクスト立つのがもうかったるくてさ、あのボールガールが座ってるあの椅子のとこでこうやってさ、ダブルヘッダーの時なんて2年やった。はあ、それで大きかったですね。でもそのいやもうだからそういうの無駄、多分今の人なんかはさそんな無駄だとは言うかもしれない。親に言いつけますよそんなことやらなかった今の子は。でも落ちさんもきついもん。落ちさんのバッティングは理論は何と教わったんですか。僕実は聞けて落ちさんに聞いてたことなくて、家も呼んでもらったり買い替えてもらってたんですけど、うん、なんかバッティングの話聞けないまま終わったんですよね。落ちさんはね、何がすごいなって思ったのが、俺は右バッターで左のバッティングは教えられないと、うん、バッティングの基本はお前には教えてやると、だけど左のバッティングはリーさんに聞けって言われて、俺リーさんにも聞きに行ったりとか、ただ俺が教えるバッティングは左ピッチャーのボールをライトにホームラン打てるバッティングだって言われたのね。でもあの人はもう本当に全ての関節をうまく使えっていう考え方で、やっぱり後ろのこの肘の入れ方とか、はい、もうそこだよね。で、越智さんってほら、山内さん、越智さんがいた時山内さんがあれだし、ね、はい、あのインコース打ちとかの、とか、あと高畑さん。あ、高畑さん。高さんがやっぱり影響大きかったね。俺はもうすごい教わったし。越智さんも教わったんですか、高畑、うん、で、あの人ってさ、やっぱ南海時代の野村さんの時のほら経験者だから、うん、まあピッチャーの癖見抜くのうまい。で、越智さん もうすごかったもん、うん、山内和さんさ、南海の、はい、あの人7割ぐらい打ってんのよ、はい、でさ、なんでかっていうとさ、スライダーになると首が傾くんだよね。え、はあ、もう狙い撃ちよスライダーとか、はあ、だからもう越智さんってなんか、あ、なんで言わねえんだろうなとかって、うん、でもね、俺あの人はね、多分なんか越智さんのことを YouTube なんかでいっぱい言ってる人たちとか、まあ、軸足がすごいとかみんな前田とかも言って実際そうなんだけど、うん、何がすごいって右手の握力の強さやばいから、あの人さ遠回りの副産物だと俺は思ってるんだけど、あの人は2年間ボーリングやってたのよ、うん、だからここの強さやばいんだ。はあ、プロボーラー目指したって言ったんだから。ボーリングってさ、多分プロ目指す人って大体16オンスぐらいのボール投げんじゃん、それ1日さ50とか100ゲームぐらい投げるわけだから、うん、ここの強さやばいのよ、だからあの人バッティングってこう左腕の張りがすごかったりするんだけど、最終的にやっぱ右手の強さが、だってトレーニングコーチの池田さんっていうのが落ちたにここ掴まれて息詰まるって言うぐらいガッて握っただけでも、はい、で、あとね、あの人の自慢はね、おたけし、俺はなって王さんのふくらはぎと同じ42センチなんだよっていう、ふくらはぎの太さをすごい自慢してたんだけど、なんかもう技術もすごいけど、もう身体的にもすごかった、ね、すごかったですね、やばい、あの右手の強さ、だってあんな長くて重たいバット使えないよ。そういうことなんですね、うん、あと尋常じゃないぐらいの質のバット使ってる。日韓の試合があった時に、うん、越智さんさ、ああいうさ時ってバット持ってこねえんだよ。なんか知んないけど。でさ、タケシっつって、俺ウィルソンのバットって、あ、そうですね、水野じゃん。ああ、で、俺ウィルソンで W じゃない。ああ、これこうやって見たら M に見えるよなとかよくわかんないこと言ってて、だけど俺の34インチだから短いから、ああ、キヨがいますよって言った。ちょっとキヨのバットもあの借りてこいって言うから、ああ、キヨのとこ行って、なんかおじさんバット貸してくれって言ってんぞって言ったら。日本シリーズの後だったから、日本シリーズを取っといたバッターですよって、おじさんのとこ持ってったら、うん、なんか目見て音聞いて、俺の練習用やなっつって言って、キヨが、あの人どんなバット使ってんですかっつって言って、もうこだわりすごかったっすね。すごかった。目がちょっとでも曲がってたらもうダメだから。あの人はまっすぐじゃないとダメなの。掛布さんはこう歪んだ目が好きで、だからその目を隠すためにあの人黄色いバットだったんだ。で、掛布さんがもう他いらないやって言って、ファームの人がもらった、こんないいバットもらっていいんですかって、まっすぐの目のやつが来るんだって。はあ、好みですよね。そうそう、あの篠塚さんなんかは、うん、節目があったら喜んで使ったって言ったんです。まあ芯の方ですけど、あ、節の周りって硬いって、ね、硬いって言いますもんね、うん、節目に当てれるのがすごい。あの人もやっぱりもう天才だよ ね、 そうですね。これ一回あの人でこの人とんでもないすごい人なんだなって思ったの、バッティングが、うん、こうやって打ち行ってさ、
体が前行ってんだよ、はい、だけどカーブで普通はこうやって打ち行っちゃう、はい、あの人もう一回戻して打ったから、ね、すごいっすよね。普通できないよね、そんなの。戻れないですよね。あのここの奥行きが上手な人はまっすぐ刺されそうになってこう残してしてる人ですけどね、ちょっとこう距離作っちゃうみたいな、出てってんのに戻ったんですか、うん、でもね俺あの結構ね一郎がいて前田がいてって天才みたいなこと言われてるけど、俺の中ではそれよりも以前の吉村の天才度は、ああそうだったっすか、あれはもうちょっとすごかったよね。でもみんな言うんすよね、怪我しなきゃあいつはすごい、いやいやいや、もう3000本は打ったとかっていう人も、うん、ジャイアンツでもとんでもない。全然どう感じたんですか。だって俺ファームの時に対戦してんだよ、はあ、うん、1年目入ってすぐ、はあ、で俺アウトコースのピッチャーですもんね、そう、ボール気味にスライダー投げたの、いとも簡単にレフト線にカーンって打たれた、えって思っちゃったの。へえ、なあこのバッターって。もうだからあっという間だったじゃん、プロ入ってから、ね、うん、あの一軍で活躍するの、うん、もうやっぱりすげえと思ったんだよ。へえ、だからもう本当あの怪我がね、怪我して、うん、足首が自分じゃ上げれなくてだよね、はあ、ギブス、うん、丈夫さんだからどっか行って作って、うん、ジェラルミンのケース入れて運んでましたもんね、うん、なんかゴルフの時一緒になってさ大会で、ああ、で話したらさ、なんかあのメス入れちゃって神経が戻んなかった、そうなんですってね。だから怖いなっていうのはあるよね、いろいろ手術するのはいいけど、そうですね。だから俺松坂が分かんないよ、これは俺のそうじゃないのかなと思ったのが2回ぐらい手術してメス入れて、あのピッチャーって微妙じゃん、こう指先の感覚、俺ずっとそれが戻りきってなかったんじゃないかなと思って。だからなんかこうドラゴンズとかあのソフトバンクで投げてる時ってもうコントロールがさ以前の松坂じゃなかった、じゃないですもんね。愛子さん怪我っていう怪我はなかったんですか。いやあったよ、あったけど怪我として認めてもらえなかった。俺さ足のチームと時代が有藤さんにさ足の甲をさ雨の日のスライディングで、うん、バーンとベースに右足が止まっちゃって、はい、で自分の体がグーッと乗り上がっちゃって足のこの甲のところの剥離骨折して、はい、足がもうブワーッと腫れちゃったのよ、で検査川崎戻って検査して、で剥離骨折と分かった時に有藤さんと報告行ったら2週間で治せって本当にあの当時一軍登録抹消って登録するまで2週間だった。あ、そうだったんですか。10日じゃなかったんですね。10日じゃなくて2週間後に本当に、ま、あれだよ、登録させられて、でいきなりスタメンだよ。で最初の打席がさ南海戦でさ、うん、川崎球場でライト戦にさツーベース打ったんだけど、はい、絶対もう右足やっちゃってててちゃんと治ってないじゃん、はい、絶対ひあの左を下でスライディングしようと思ったのに右でスライディングしちゃって、俺もう本当セカンドベースずーっとこうやってさ、はあ、仮の骨ができたぐらいのかもわかんないですよね。でも骨しっぱなしですよね。そういう感覚の人がすごい多くてさ、越智さんなんかさ、うん、俺自打球当ててさもう右のすねがすっごかったんだよ、うん、でトレーナーがさ、たけしお前あのバッティング練習ぐらいはレガースしてやれって言って、うん、バッティング練習やってたら越智さんこう 俺ら若手なんて最初の方じゃん、はい、ホームゲームは、はい、越智さんがさバッティング見に来てくれんの、うん、ゲージの後ろで、おたけし、なんでそれ。いや、昨日自打球当てて、取れ。はぁ、あ、自打球当たらなくて、スイングが悪いんだって。スイングを直せ、スイングをとかって言われて、はあ、俺さ、それだけならいいよ。バットかよこせ、つって、グリップエンドでその腫れてるとこ、パーンって叩かれて。もうさ、死んじゃうかって思うぐらいの痛さがさ。痛いっすね。あの人むちゃくちゃだから、ほんとそういうところ。だって、キャンプ初日なんてさ、俺、意気揚々とさ、新しいミットにさ、その頃パインの、はい、ファームから上がってきたばっかだったからさ、はい、パインの道具だったの、はい、松缶の、はい、でパインのバット2本と、うん、ビニール剥いたやつ、はい、ミット持ってさ、はい、あのグランド出ようと思ってベンチに入ってったら、ちょうど越智さんがさ、はい、五木ひろしさんがさ表敬訪問来てて、はい、で越智さん五木さんの別荘かなんかで実証でやった時で、はい、で仲いいからって表敬訪問来たの、じゃあおたけしようと思います挨拶しろっつって、五木さんの「あっ愛子です」って挨拶して「ちょっとお前バット見せ」って言って、バット見せたら「お前こんなバット使ってっから打てねえんだ」って言って、目の前がさドラム缶半分にしてさ、はい、あの火鉢よ、その中で俺燃やさせてた俺二度とあの人の前でバット持たないで歩いて、もう絶対持つのやめようと思ってさ、サラのやつをそう新品だよ
本当にすごいっすね、うん、あとさあの川崎球場の風呂あんじゃん、はい、あそこさ昔の銭湯みたいにさあの熱湯と水なわけだよ、はい、たまたま俺あのピッチャーの井部さんっていう人とさあ井部さんですね最後俺は新人みたいな若手はさ、はい、最後あの入って桶とか椅子とかこう綺麗に片付けなきゃいけないから入ってたら、オチさんが取材だかなんかで一番最後に入ってきちゃう、はい、でちょうど湯船に入ったらさいきなりさあお前ら二人500数えろっつって熱湯バーって出されて井部さんと二人でこうやってさあれ熱湯ってさ混ざんない限り上積みだけなのよそうなんです絶対動かないでよとか言いながら本当にいい年こいたのか500数えてんだねそこで上だけ熱いんですねそうで出る時なんてあの絶対一緒に出ようねっつってもう1、2の3つダーッて出てロッテも楽しそうですね大変だよそういう先輩が村津さんとかでも村津さんなんてさあの西武戦の時にさノーアウト1・2塁でさもうさよなら負けになりそうな感じの時にさバッターがさトマシノよ、はい、でさ袴田さんがさ、はい、タイムかけてブルドッグやろうとしたの、はい、まず村津さんサインわかんねえから、はい、マウンド集まってで説明したんですかそうまず最初ブルドッグの牽制ですとで分かったとでその次に牽制の次にホームへ投げてくださいとバントさしてでサードでアウトにしますからっていう説明をマウンドでしてよし分かったって言ってでちょっとブルドッグってサードファーストってちょっとわざと牽制の時早めにスタート、わざと切る、はい、でサード水上さんよ、はい、でバーッと走ってたらあのほら人工芝の切れ目あんじゃん、はい、西武球場 の、 あのホームのところに、はいはいあの近くまで行ったら村さんホーム投げやがってだから多分トマシノがバスターの構えしたよ俺と水上さん二人でひっくり返ったんだから本当だから浜田さんがもうやめやめっつって説明何だったんですかねもうあの人投げることしかだってあの人のグローブってグローブじゃないからアマニ油2巻使って、はい、昔の、はい、ガッチガチなのよでなだから取るためにグローブしてるわけじゃなくて、はい、マサカリのバランスを保つためにわざと重くしてるそうなんすかそうそうそうだからあの人投げるじゃん左腕がバリバリに張っちゃうのグラブ重たいから本当ですか本当本当だからあの人ピッチャーゴロ取れないんだけどたまにグローブに入っちゃうときもさあの人近くに軽く投げれない人だから、ファーストにマサカリで投げてくる本当本当本当だから俺あの人だけで後ファーストで 後ずさりして取るのそれはなくじゃないですかマサカリになるんですねピッチャーゴロいや絶対ここに来るんだもん手がこっから投げれないんだあの人ほんとほんとですかほんとほんともうあの人はねだから一番笑ったのが俺1年目の時にさ汚いさ食堂があるわけだよ川崎球場、はいはい、だからそこにお菓子があったの、はいマネージャーが北川さんと一緒で、はい、あ北川さん長いですねあの人もじゃあその時いや俺1年目だからあで村さんがさ食堂で俺食堂の一番とこの一番近いとこのロッカーだったの、はい、だからさ「おーペンこの三色最中食っていいか?」って言うから、はい、北川さんが「え村さん何すか?」って「三色最中って何すか?」って「村さんこれ三色もなかって読むんですよ」って言って俺さ笑っちゃいけないのは分かってんだけどもうおかしいしょうがないからロッカーの一番後ろに引っ込んでもう下向いてゲラゲラ笑っちゃって横浜高校でもモナカ分かったんだもう村田さんなんか今でも140キロ投げんだっつって言ってるって噂聞いたことあるんですよあの人だってさ少年野球でさ小学生に思いっきり投げてさ空振り取って喜んでるよねほんと大人げないっていうかだバッティングたまに放ってくれるのよ、はい、あの調整で、はい、たまにバッティング放るのねでもうレギュラークラス俺らに投げてくれるの、ねはい、で村さんが投げるっていうと新品のボールが出るから俺らも嬉しいわけよそうですねほん でやっぱいいピッチャーってさそんな強く投げないと回転のいいすっごい今すぐ投げてくるんだよでそれを気持ちよくカン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 打ってたらさもう火がついちゃうから、ね、頼んでもないのにフォークとか投げてくんのよもうバッティング練習になんないのよ悔しいんでしょうねそう調整で投げてんのにだ昔の人って本当そうなの金田さん監督の時も
あの俺毎試合特あの試合前に特大やってた時に、はい、真夏にさ金谷さんがさ「おい武志」ってわしが投げた、うん、そりゃやっぱ400勝投手だよバッティングピッチやってくれるって、うん、で真夏だからもうメットなんかかぶんないじゃん、はい、だからやっぱさ当時60超えてる時じゃない、うん、だけどまあ投げ方も柔らかいし、うん、すげえいいボールくんのよ、うん、で気持ちよく打ち出したらさもうなんか頼んでないのにカーブとか投げてくるどやわしのカーブはとか言う最後それでもカン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 のライトスタンドに行ったらさ俺メットしてないんだぜここに来たの俺ひっくり返ったらおいたけし余計に練習せっていやいや俺バッティング調子悪いから特大やってんのにもう打たれてカン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 打たれたら悔しいしょうがないんだよもうさ頭に来たんですね俺本当ひっくり返ったんだからびっくりしてさここに来てあそういえばヘルメット出てた愛子さんの時代ってあれ耳つきじゃなきゃダメなんじゃなかったでしたっけいや愛子さんのあと何年かと思うんです俺が入った年は1年目耳つきで2年目から耳なしかぶっていいっていう時だった、はあ、あなるほどどっちでも選べたんですかそう僕らの時は僕も耳なしが良くて、うん、ちょっと邪魔でこういつもこう見にくくて、うん、耳なしを石毛さんとかの借りたらすごい見やすかったんで、うん、だから僕らの時から保険が下りないからダメって言われて愛子さん耳なしでしたもんね最後までだから俺が一番最後ああ愛子さんの代で終わりですか俺いや選手としても俺が一番最後までかぶってあ俺が引退してでもう耳なしがいなくなったでもあれやっぱり実際は怖いっすよねあれ怖いけどここがあると気になっちゃうああじゃあ怖さよりもこの気になりますもんね気になる気になるそうだよね中橋さんとか石毛さんもそうそうですね、うん、石毛さん西武たち石毛さんぐらいでした、ね、石毛さん確か1年目だけ耳つきだ、ね、ああ2年目から耳なしじゃない、うん、中畑さんじゃあ篠さんも耳なしだったんですねそうだよね難しいな耳なしなんてそうっすね、うん、あれ僕らキャッチャーであのアメリカの ABC かなんかのヘルメットそうそう俺も ABC あれいいっすもんねあれが一番安全性もいいって言われたんですけど何がいいか分かんないですよね当たったら危ないっすよねあれ一緒一緒一緒っすよねあの、うん、デッドボールはっていうかあれが頭に当たったらさ、まあ、耳つきでも一緒だよね一緒かも分かんないですね、うん、だってこの辺に当たったことある星野さんのカーブ当たったことあるんですよああプリン、うん、しゃがんだら当たったっていうだけなんですけど頭ないです僕俺一回さ星野にさマリンでさここにぶつけられたんだよ、うん、ほんでさキャッチャーあの中島中島はいサメにさ、うん、当てられた時に「サメやこの野郎」って言っていやすいませんやこさんでも痛くないでしょ」っつって星野さんのカーブが何か取って投げたら星野さん素手で球速かったですもん素手取っちゃったと思う失礼ですねあれがまあでも昔は本当にさ、うん、おっかない人もいれば面白い庄司さんとかさああ庄司さん本当面白いしあジャイアンツからロッテ行った方ですか庄司さんそうそうそうあの人京都でさ、はい、あれだよ試合の時にさ西京極で、はい、当時さ降水確率がアメダスっていうふうに言ったと、はい、時よ、はい、でさあの辻さんっていうさブルペンキャッチャーとさ、はい、2人でさあ辻さんのことゴンちゃんゴンちゃんって言ったような、はいゴンちゃん明日雨だから朝まで飲もうぜとか部屋飲みしてたのよ、うん、で辻さんがさ朝5時になってさカーテン開けたらさピーカンだったのねまあまあまあ間違えたっていうかさなんかさあの庄司さん曰く天気予報を見たら明日の雨出すっていうのを、はい、明日は雨出すって京都弁で言ってると間違いだらしくてそれも本当にいやマジマジで雨だと思ってそう京都弁で明日は雨出すって言った雨出す見たら晴れの予報はなってたんでしょうね、うん、庄司さんは京都の人で雨出すって言った、うん、って言ったと京都の、 あの天気予報で京都弁で雨出すっていうふうに言ったと思ったって言って本当に朝5時まで2人で飲んじゃってもうなんかそんな人とか結構昔多かったよねキャラ強い人多かったじゃん本当でも愛子さんのあの LINE も名前野良犬ですもんね、うん、あれはじゃああれは最初に出した本が球界の野良犬っていう本を出したからわざとあれ忘れてましたもん愛子さんそれでメッセージで送ってたんですよそうそう SN… 今日来たから野良犬って誰だあこれ愛子さん野良犬ではないですよねなんかそのじゃあ愛子さんなんか野良犬の意味が
単純に、はい、なんでそういう本なタイトルになったかっていうと、はい、餌はもらえど尻尾は振らずっていう、いう野良犬ってそうじゃんみたいな。なるほど、かっこいい例えなんですね。そう、なんか一匹狼とかなんかそんなようなつけようとしたから、いやそれだったらこっちの方がいいやって、いいですね、いうことを言ったの。確かに尻尾振ってないですもんね、今まで聞いてると全く振ってないですよね。だからね、いや、まあ、振ってないっていうか、まあ、オチさんにはね、本当にお世話になって、うん、俺だってさ、オチさんってさ、ロッテの時にさ、本当にさ、子供ができなくて夫婦で悩んでたの、うん、これマジな話なんだけど、俺オチさんに真顔で、お前うちの養子になれって言われてた、本当に、まあ、そのぐらい可愛がってもらってたんだけど、もう下手すら俺福士君のお兄さんなさ本当にお兄ちゃんです。そのぐらい悩んでた、悩んでて、おじさんも本当に夫婦で不妊治療してやっとできた子なんですよね。僕もプロ入る前にも呼んでもらってて、うん、でプロ入ってからも呼んでもらって、石鍋とかよくごちそうになって、で中立の時畜産かなんかいたじゃないですか、うん、おちさんが FA で行った時も、僕ライオンズで遠征行ってんのに、うん、おちさんが「お前俺ら遠征でいないけどうちで飯食え」って言われて、信子夫人のご飯をそんな、多分ね、おちさんって自分が見てバッティングとかが気に入ったやつっていうのはすごく可愛い感じんのよ、だから清とか、だから清もさ、今でこそさ、いろいろあったけど、ほんと現役の時なんかにさ、すっごいな、あ、ツーステップを悩んでて、で俺もツーステップだったんだけど、ツー、うん、ステップじゃなく打つようになって、それって落ちさんなんて言われたんですか、うんうんうん、で、キヨはなんか掛布さんツーステップじゃない、あ確かに、だけど張本さんとかいろんな人にそれをやめろとかっていうふうに言われて、すげえ悩んでた時に、うん、落ちさんなんて言ってましたかとかって、うん、あいつ意外となんか表には出さないけど、そういうところですっげえ悩んだりとかさ、なんかもう頼るものがすごく西武時代でもちょっとなかった感じはあるよね。なるほどですね。で秋山参考になんないじゃん。なんないですね、ま、真逆のバッティングじゃない。そうですね、うん、あれちょっと亀顔なんか斜形じゃないのにちょっと斜めにして下からバッと入れる人したもん、ね、で秋は本人が曰くバッティングは俺はもう腰の回転で打つだけだっていう、うん、キヨはどっちかというと回転じゃないじゃん、うん、そうですね、ヘッドを送らしてみたいな、だから引っ張るのがさ、キヨはどっちかっていうと苦手でしたよね。苦手、ね、だから秋はほら引っ張るのうまいじゃん。引っ張りですもんね、センターから。ライトにあんまホームラン打たないじゃん。あんま見たことないですもんね。だからもう真逆のバッティングだったからさ。でも守ってて本当だって、頃の秋山、清原、デストラーデって、で一番石毛さん、石毛さんでしょ。二番辻さんでとかって。嫌でしたね。平野さんがいてって。もう勝てる気しないもん。ピッチャーだってやっぱりすごかったですもんね、体現、不動産、なべちゃん、うん、トンビさんもまだバリバリ最後の頃、まあ、途中から塩崎は、ああそうですね、香取さんも抑えにいて、そうそうそう、もう西武戦はもう勝てる気がしない。ああ、でもなんか僕もたまに一軍置いてもらってますけど、ロッテ弱いってイメージはなかったですけどね、うん、もうでもね、やっぱ勝ち方知らなかった。ああ、うん、でもうすぐ個人成績に走る傾向があったから傾向だったんですかね。もうだって金谷の時なんてさ、ああなんかそれまでさ1試合10万しか出なかったの賞金が、うん、はい、でも金谷さんが球団に言ってわしが言ってやったぞって、これから1試合勝ち試合は100万出るんだっつって言って、うん、もうみんなうおーとかって言ったんだけど、でとりあえず最初の20試合だっけなは賞金が出ると、はい、100万勝ち試合、はい、で20試合以降は勝率5割以上なかったらダメだと、20試合で終わったから二度と出ることがなかった、本当に5割超えないまああれ5割超えてなきゃどの球団ももらえないですもんね、うん、まあそれはそうです、でそれが20試合セーブもでも出てたんでしょ、出てました、でも20万円です、うん、あ20万円です、ジャイアンツは球団から100万、当時日テレから150万です、うん、250万です。ジャイアンツはさ、だって優勝争いの時はすごかったっていうもん、ね、すごかったですね。ドラゴンズもまあまあ、すごいらしいですね。ドラゴンズもまあまあでしたね、うん、そういう意味じゃさ、俺らさ、デーブもそうだけどさ、
あと15年ぐらい後に生まれてればなと思わない？契約金もね、違いますしね。年俸もそうだけど。年俸もすね、うん。この成績で1億いっちゃうんだとかって時代じゃない？ね、ちょっくらいいっちゃうんですもんね、うん。僕ら入った時みんな1000万プレイヤーなんつってがちょうどこう、一軍の証みたいに言われて、1億がいなかった落合さんがなったんですもんね。一流が3000万円とかだ。3000万円でしたよね。だってさ、ロッテなんかひどかったのさ、2年目さ、最下位だったんだよ。うん、したらさ、多分誰もその当時のロッテの選手だけなんじゃない経験したことあるの。一律 5% ダウンからスタートが。ほいで俺さ、プロ入るときに渡辺さんが高校の監督が言ってくれて、3年間は現状維持なのよ。だから俺ほらその時480万だったんだけど、はい、要はもう480万よ、はい、したら球団なんて言ったと思う。一律 5% ダウンだから年俸アップねって言われた。現状維持だよね。記者にはそういうふうに言うようにっつって言われた。すごいっすよね。そんな時代だよ。その時代。本当。僕もあの酒井さんって人が代表で最初一番初めての契約、鍋ちゃんにもちょっと粘ってみろと言われて、うん、行ったらもういきなり、お、僕も今年どうだった、一軍曲がれたしよかったの、はいはいって聞いてて、おい、ハンコ貸せって言われて渡して、うん、代表が全部押してくれて、うん、疲れさんって帰ったんですよ。ほんの5分で終わったんですよ。で、どうだった、ハンコ押したかって言うか、いや、代表が押しましたよってみんなに言ったら、バカ野郎、お前が押すんだって教わって、うん、契約を変えて代表が押してくれるんだと思ったんですよ。本当に今の子たちは、羨ましいよね。そうですね。あれ、もうちょっと、愛子さん、近鉄とロッテが争った時、あれ、バリバリのレギュラーじゃなかったですか、バリバリの。俺、10.19 のダブルヘッダーさ、初回にツーラン打ってさ、うん、ファーストベース回ったら大石さんにさ、あいこ今日だけ勘弁してくれって言われてさ、俺それ以降一本もヒット打ってないんだよ、ダブルヘッダーで。ちょっとで、あの試合もロッテは勝たしてあげようみたいな雰囲気あったっすよね。あっただけど、あの大木さんが、うん、あの佐藤健一さんっていうのが自打球膝に当てて、うん、ロッテので、はい、の後にそれ骨折だったんだけど、すごい痛がって、で、ま、あれ要はダブルヘッダーだからさ、延長戦がないじゃん、はい、時間制じゃない、はい、ホームのところでこう倒れてた時に監督とかコーチとかトレーナーが来てた時に、はい、大井さんがスルスルって出てきて、痛ければ変わればって一言言っちゃったのよ。もう時間のことを考えて、それに有戸さんが激怒しちゃって、あんた関係ねえわっつって言って、やっぱあんたって言うんだなと思ったんだけど、昔の人はもう上の人あんたって言うんだなとか思ったんだけどさ、ほんでベンチ戻ったらさ、急にもう形相変わって、カタスラーみたいな感じになっちゃったんだよ。余計なこと言わないで、それで有戸さんアウトだって分かってないのに、セカンドの牽制アウトの古川のやつを抗議って、時間いっぱいまで抗議して、でまた大木さん出てきて、あんた関係ないって言って、いろいろあったんだから、大木さんがあんまりこうそういうこと言わなければみたいなところはあった。あのただあの空気読めないのは、もうもうまさに高澤さんなんだよ。高澤さんって変わってなかったですか、いやいや普段から挨拶しても。あの人たち趣味ハーモニカだよ。本当に俺大阪のさ部屋一緒でさ、大阪の部屋でさ廊下歩いてたらさ、何のハーモニカの音するんだろうと思ったら、一番奥の部屋だったんだけど、高田さんが部屋でハーモニカ吹いてた。でそれがさ、なんかさ、あの新聞に記事になって、はい、でハーモニカ協会から金のハーモニカってもらってんだから、ね、ものすごく寡黙な人で練習一生懸命やるし、佐藤健一さん同県なんだけど、うん、本当に佐藤健一さんに歩く破壊師って言われてた。何すかそれ。北海道ですかね。北海道、北海道。そうっすよね、うん、もうあの人はね、本当空気読めない人で、だってあの一番笑っちゃったのがさ、あの翌年だったかな、あのダイエーが残りロッテ戦5試合がで終わりだったんだよ、はい、でロッテもそれで終わりだったんだけど、残り5試合で1勝すれば初の A クラスだった、うん、ダイエーになってから、はい、それで田淵さん監督で金谷さん監督で、まあまあ昔の消化試合だから監督同士話し合いがあって、その時平井があと3打席で、はい、規定打数を足して首位打者に躍り出る、うん、で平井に代打でバントをさして、うん、っていうので平井に首位打者を取らせてもらう代わりに、うん、一つ勝たせるみたいな、プロのさミーティングでさ、最終戦よ、
ほんでなかなか勝てなかったの、うん、で最終戦ね、で大学勝ってたの。でその前、試合前のミーティングで徳武さんが今日の試合はヒットは打って、その代わり牽制でアウトになってだって古川のヒット打って5メーターぐらいリードしたんだから古川さん、足そんなにくないですよほんで、大学勝ってたのよ、はい、で、5回で1点差で勝ってたの、はい、で、吉田豊彦が投げてて、はいはい、で、もう雨降ってて、もう試合で、本当に無理にやったんで、はい、だからもう5回でこれで終わりそう、川崎ですか、そう、川崎、うん、5回で終わりみたいな感じで大学が勝って、はい、パンパンみたいな感じだったのに高田さんがホームラン打っちゃって同点になっちゃってほんでホームラン打って帰ってきたらベンチでこんなほんまにお前いらんことしよってつって言って高田さんがベンチの端っこでなんでホームラン打って怒らなきゃいけねえんだよとかつって結局どうなったんですか試合で結局勝てなかったんだよ大栄が大栄はそう高田さん2年続けて余計なことしちゃったのね昔はほらだから福本さんの引退試合なんてさ、はい、あと1本ヒット打ったら単独何位かな、うんはい、ほんでもうキャッチャーの中村さんが福本さんもう全部まっすぐなんで、はい、なかなか打ってくんないあそんなもんですよねでやっとなんかねセンター前にヒット打ってみたいなあだからなんかもう有藤さんが試合前に今日は打たしやってくれとかっていうのはあったりして、うん、そうですよね、うんだから昔はねそういう今ほら CS があるから、うん、そういうのが消化試合が結構あったじゃない、ね、もうだから消化試合ひどかったよねあひどかったですね本当ライオンズはまあおかげさんでライオンズはないそうなんですよ2軍にいたけど常にこう緊張感があって他球団の試合とか見たらもう2軍まで緩んでましたもんねもう消化試合の日の2軍はそうそうそうああもうもうだから休みとかなんか移動日とかも絶対休みだしもうゴルフ行っちゃってるしさ休みなのにさ愛子さんみたいなタイプの生き様のだからまあその野良犬っていうイメージがさっき変わったっすけど、うん、まあ餌もらったのピチッポ振らない人が、うん、で集まってコーチ陣やったら面白いでしょうねよくさデーブは何年生まれだ41年の代だって集まったり、はい、あんまりしないですよね代わりも多いんですよ野村健二の俺らの代もそうよ38回ですか37回ですね、うん、誰も温度を発するやつもいないしもうなんか自分勝手なバカじゃん秋山だ駒田だストームだあー、まあ、正直変わってますよね皆さんいやいやもういいやつなんだけど、うん、もうマイペースな人間ばっかりじゃない、ね、だからまず広沢とかさマイペースさんマイペースですもんね、うん、広沢さんも面白いですよねあ関根さん若松さんが代々行って、うん、広沢さんの連続出場かなんかが途切れるっていうなら、うん、俺も納得したんだけど代々に一茂行った時に本気で吠えたって言ってましたもんねあいつに途切れさせられたってもう原さんもそうじゃないでも連続そうやってましたもんね、長いこと。ね、535でしたっけ、うん、あれは今、だいぶ経ってからじゃないですか、破れたの。去年、秋山が抜いたのよ、うん、それこそ二十何年ぶり、ね、もうやっと、なんか昔はさ、そのフルイニングとか出るの当たり前で、うん、でこれは真面目な話なんだけど、なんで俺、そこをすごい意識してやってたかっていうと、うん金田さんの時に王さんと食事をさせていただいた時があって、はいね、王さんが愛子なってレギュラーっていうのはどんなことがあっても怪我しちゃダメだと、はあ、で一人でも応援してくれる人がいるファンがいる限りは試合の最後までグラウンドに立っていろ立ってなきゃいけないのはこれがレギュラーだっていう言葉をものすごい耳に残ってて、ね、頭にそれでもう本当レギュラーになったからにはもう絶対最後までグラウンドに立ってよっていうその王さんの言葉があったからそれがまあできたっていうかあとはもう有藤さんの尋常じゃない厳しい練習のおかげで体が強くなったから折れてんのに2週間で登録ですからねそうそうまあねあったり おかしいから自打球で腫れてるところで落ちたのノックバットでねコーンみたいなだから痛みも強くなってたんですけど、まあ、でもそのメンタルがそういう教えを被ったんですね、じゃあ、うん、会長から。だって、俺、その記録作ってる最中、本当西武戦で、うん、
あの俺風疹かかって9度5分ぐらい熱があったんだけど、はあ、あのトレーナーに隠し試合出てたの。でよりによって先発が工藤よ、うん、もう絶対今日打てねえよと思って、ね、あの3連戦だけは本当にプロ野球20年の中で一番きつい3連戦だから、頼むから誰にも映らないでくれ、あ、まあ、まずはそれそこですよね、思ってたら平井に映ってたんだけど、素晴らしいですね平井さん休んだんですよ、でもなんか昔は本当さ、そういう昭和のね、昭和の野球の中ではさ、そういう王さんだったり長嶋さんだったりとか、もうなんかこうなんていうの、今の時代はなんか時代遅れな話だみたいなこともあるけど、うん、でもなんかよ、俺はそれはそれでいいんじゃないかなって、うん、 ね、でもさ、なんかそれをこう引き継いでるような選手も今ちらほらいるじゃない、いますよね、例えばライオンズの栗山なんかもそうですし、うん、だよね、はい、うん、その例えば例えが悪いけど家族と野球どっち取るって言ったら、うん、もうすぐ野球って言える人たちがいたりとか、うん、野球で原さんもあんなエリートな感じじゃないですか、うん、見た目は、でも、うん、で野球バカって言われるのが俺はすごい褒め言葉だっていうわけですよ、うん、原さんは、うん、それだけ野球のことに俺たちはもう邁進したんだっていう、俺にとって褒め言葉なんだよなっていう言葉だったりとか、うん、なんかみんな野球人もそれぞれ持ってますもんね、今はさ情報社会だからさ、うん、いろんなことでさ、なんかこう必要ない情報までいっぱいこうあるじゃない、そうです、ね、だからさ今デブなんかもさ、今子供たちにも教えてるけど、俺も今本当中学生とかさ小学生に教えてんだけど、うん、もうそれこそ毎日教えてんだけどさ、うん、やっぱそういう子たちってさ、本当俺ら以上に野球の情報を持ってんだよね、うん、ちょっとやりにくい部分もあるんだけど、うん、でも俺はもう逆に昭和的に接して、なるほどですね、うん、もう平気で蹴飛ばしたりしてる、ね、あ、そうですね、うん、でもなんかこう、うん、意外と逆にそういうコミュニケーションが、うん、だ今クラブチームも教えてるけどさ、俺冗談で言ってるのが血が出なきゃ怪我じゃねえからって言ってる、そうですよね、言っとくぞって、あの青タンは怪我じゃないからね、ないですね、内出血は怪我じゃないからっつって血出てねえじゃんって言って、だけどなんか今の子たちは逆にそれが斬新で面白いのか、うん、結構それが流行り言葉になっちゃって、うん、みんながなんか痛がってて大丈夫大丈夫血出てねえよって言って、でもその辺があって強くなりますもんね、実際にね、でもだから昔だとそれ当たり前だったじゃない、うん、そのぐらいが今衝撃的になっちゃうんでしょうね、確かにそうですもんね、僕血が出なきゃ怪我じゃないし、お、あのライブが追いかけてきて、僕持論があって選手に言ったのは、肉離れとか言って、ちょうど前ライオンが追いかけてきたら、うん、どうするの、食べられちゃう、いや逃げます、うん、怪我じゃないよってライオンが来て、うん、食べられちゃうっていうなら休んでいいよっていう、うん、まあ、その休んでいいよもおかしいぞって試合出れてんのにっていう感覚ですよね、もうね、昔の人だってさ、それこそ金本なんて骨折しながら試合出てたりとか、キヌガスさんもそうだったじゃない、そうですね、でやっぱ体強かったよ ね、 ね、みんなね、折れて血が出るんですかね、折れた人たちは尋常じゃない痛み知ってます、知ってるじゃないですか、うん、骨折って、だからやっぱりびっくりするような記録がね、未だに、ね、金田さんの400勝もそうだけどさ、江夏さんの年間401奪三振とかさ、稲尾さんのあの42勝ありえないよね、42試合本ないからね今ね、そうです40、でも稲尾さんね、あの三原さんが監督の時にさ、ダブルヘッダーで第1試合投げて、はい、あの若手だからベンチに応援でいなきゃいけないんだけど、なんか視線感じんなと思って見ちゃいけないと思いながらもパッと見たら三原さんと目が合っちゃって、分かりましたっつって、ね、第2試合も投げんだって途中から、そんな時代だったって言ってたけど、今なんか絶対ありえないもんね、ありえないですね、球数だ、そうですね、おさデーブ今日会ったら聞こうと思ってたのが、ああデーブってほらもう一軍の監督をやったわけじゃん、ああ何が一番難しかった、一番は、うん、まあ、正直言って雇われ社長なんですよ、監督とはいえ、うんうん、でそうなると、で一番監督やってて監督の大事な仕事だなと思ったのはチームの士気を上げることだった気がするんですよ、士気が下がる言動だったり行動だったりがダメで、うん、でそれは二軍監督の時冷静に星野監督とか見てても、うん、まあ士気の上げ方が時代じゃないんですよ、やっぱりデイクスーって言ってもついてこないんだけど、うんうん、徐々にその星野野球が
わざとやって俺たちに鼓舞してんだみたいなのがこう伝わってきて、最後優勝まで行くっていうのを見てると、あ、士気を上げるのってどんだけ大事なことなんだなっていう中に、だからこの士気を下げることをやっちゃった時がもう監督辞める時ですよね。だから僕だったら、例えば球団からの指示で選手を使ってるなんて噂になってってる時点でもうアウトですよ。で、それは難しかったですね。ああいうところが今の時代嫌だよね。あ、でもどの球団も聞いたらあるんですよ。やっぱ球団主体になってるから、うん、球団がこの選手を何試合使いましょうとか、うん、っていうシステムでアメリカっぽくなってきてるんですよね、うんうんうん、俺は見てて大したもんだなって。俺何がデーブの楽天への功績って、松井を抑えにしたっていうのはものすごい功績だよね。愛子さん聞きたいのは、うん、色紙にいろんなこと書くじゃないですか、うん、なんか書いてくれって言われたら、はい、愛子さんなんて書くんですか。俺ね、いろんなのは好きで、はい、今なんか書いたりするのは一年岩をも通す。一年岩、一つ念じるものは岩をも通す、はい、だけど、あとなんかもう一つ好きな言葉があって、なんだけど、若い時に流さなかった汗は、うん、年いってからの涙に変わるっていう、なんかそういうような言葉があるんだけど、やっぱり若い時ってっていうか、まあとにかく俺らはやらされたから良かったんだと思うけど、これは野球に例えてるだけかもしれないけど、やっぱりやれる時にやらないといけないなって。オチさんにすごい言われたのが、何にも考えずにただがむしゃらに振らなきゃいけない時期がある。それで体をができて1年間バットをどんだけ振っても振り続けられる体力ができてから、今度考えて振るようにしろと、そうすると考えながら相手ピッチャーを想定しながらスイングしたら、お前100本振れねえぞって疲れちゃって、なんかもうそういう教えを自分ではの中ではすごい大事だなと思ってきたから、だからなんかそういうやることしっかりやって頑張ってやれば、思いは一年岩をも通すっていう、うん、昔高校の時はなんだっけ、あのことわざですか、うん、あのそういう愛子さん好きですよ。あの前末継さんってジャイアンツの先輩いるじゃないですか、末さん、うん、5番打ってた人です、うん、昔のジャイアンツの末さん、あの時二軍監督だったのかな、結婚式の挨拶頼まれてしたんですよ、うん、私が現役の時から大事にしている言葉を最後に送ります、初心って言ったまま黙っちゃったんですよね、うん、出てこなかったです最後まで出てこなかったそんな感じでいいですかね、今なんとか。ああ、いやでもね、俺よくね、若手の中で落合さんを見てて、天才に勝る努力なしっていうのは冗談で言ってたりとか、結局落合さんって練習した姿を見せなかったじゃないですか、うん、で中日の監督になった時、うん、最初言われたのは、自分が練習してるのにあんだけやらしてっていう見方をみんながしたんですよね。違う違う違うんですもんね。俺ね、本当ね、初めてキャンプ行った時に、まあ落ちさんじゃないんだけど、同部屋の大先輩で安木さんっていうのが1年目同じ部屋だったんだけど、うん、あいこ悪いけど、ハリさんと有藤さんに、アリさんにサインもらってくれって言われたの、うん、朝、うん、朝飯食い終わった後、うん、で色紙預かって、あのフロアの一番奥なの、うん、一番奥が張本さんで、その次有藤さんだったんだけど、うん、部屋行ってトントンで出ないで、わーとかって声がして、失礼しますって言って、入ってったら、もう張本さん部屋で大汗かいてバット振ってる。朝キャンプグラウンド行く前に、そうそう、ほんで、すいません、サインをって言って、まあ、これを書いてくれて、で今度隣の部屋有藤さん、うん、でコンコンって叩いて、でまだ失礼しますって入ってったら、今度ダンベル持ってガンガンやってるんだよ。でも張本さんでさ、グラウンド行ったらさ、ちんたらちんたらウォーミングアップしてさ、バッティング練習やってさ、昼ぐらいにもう帰っちゃうんだよ。もう最後の年だからあれだけど、だからこう、まあ、アイスダッチってよくわかんないけど、本当に人の見えてないところで練習やってたっていう。だってさ、練習やんなかったらさ、あんな打てるわけないじゃん。そういうことですよね。そういうことですよね。オチさんなんかも、ただ無駄な練習をしない。オチさんにのを見ながら、本当俺が冗談でよく口にしたのは、実らん努力は無に等しいっていう。実る努力を、オチさんそれをすごい言う。
分かりやすい段階ですよね、うん、最初はもうとにかく体力を作るという目的で振らなきゃダメ、うん、じゃなきゃ考えても意味がないっていう、うん、分かりやすいじゃないですか、うん、でそれが体力できたら考えなきゃ意味がないっていう、ただやみくもにやれって言ってそうで言ってないですもんね。言ってない言ってない、あものすごい考えて練習しろっていうし、だからそれって別に野球に限らずのような気もするよね。そうですよね、うん、っていうか思い出したわ、人事を尽くして天命を待つっていうのが俺高校とかプロ1年目にグローブにこう縫い付けてたんだけど、でもまあだからそれも落ちさん見ててもうなんかこういう人にはかなわないなって、だから人事を尽くさず奇跡を待つっていう僕がメールアドレス我慢だデブから我慢無理にしたみたいな感じですよね。いや僕も勉強させてもらってる方もいて、やっぱり今言ったその人事を尽くして天命を待つっていうのって結局は結果が欲しいだけでやっちゃダメっていうことを教えがあるんですよね、仏教でも、うんうん、だから最善結果到来っても、うん、良くても悪くても精一杯やったものの結果は受け入れなさいと、うんうん、それが最善のそれが結果なんだっていう、うん、だからとにかく成功させたい成就させたいだけで自分の思いだけに執着しちゃダメっていうのを教わって、あ、まあ、で今スッと入ってきますその、確かにそうだと思う。これってさ現役の最中にさそういうの言われてもなかなか受け入れらんないよね。なんないんですよね。俺らがこう辞めた後にいろいろこうまあそれなりに俺なんかバカなりに勉強野球も勉強しながら見ながら、うん、子供に教えながらやっててなんか初めてなんかこうそういうの言われてもそういう言葉を見ても、うん、なんかああなるほどなっていう感じはするよね。そうですね。うちのおふくろもなんかすごいよく言ってたし、うん、俺ねまあまあ今の世の中ってさもうこう SNS とかすごいからさ金儲けしてる人がさすごい偉いみたいな感じになっちゃってるようなところあんじゃない、うん、でもさうちのおふくろのが言ってたのはさ、たけしなって人間のね価値っていうのは死んだ時に初めて分かんない、うん、どれだけの人がお前のために涙流してくれるか、うん、でそれのために生きなさいみたいなことは すごい言われたけど、でもやっぱりいざさプロ野球とか入っちゃうとさ、うん、もうなんか自分のことしか考えられないじゃない。そうですね。もうやっぱ人が打てなくてもさチームが負けてもさ変な話さ3本ヒット打てたら心の中じゃ北斎エンデルみたいなのがプロ野球選手じゃない、ね、だからもうでもやっぱりやめてからまあそれはそれでしょうがなかったことかもしれないけど、もう一つこんな風にやっとけばよかったなとかこんなことやっとけばよかったなとかっていうことはなんか今、うん、こう子供たちにも、うん、なんとなくの形でこう教えてあげられればなとか思いながらこう、うん、接してはいるけど、うん、でもなかなか難しいよ ね若い時なんて。そうなんですよね、うん、でもね俺星野さんのいろいろこういろんなことを教えてもらったしいろんな言葉も聞かせていただいたけど、すごい印象に残ってたのが、俺は選手信用してねえ、信頼はしてるけど信用してねえ、うんうん、やってくれるだろうという信頼はしてるけどできるって信用しちゃったら監督持たねえって言ってた ね、うん、ね、へえそういうもんなんだとか思いながら、うん、ただもうなんかね鼓舞の仕方がうまかった。そうですね、ものすごいこうさっきの話じゃないけど士気を上げる、うん、そうですね。その代わり負けた時のギャップはすごいけどね。バスの運転手さん一時で変わる時ありましたもんね。一回本当に東京ドームでジャン戦負けた時は一番もうやばい、帰りお通夜なんでバスの中東京ドームから赤プリまでもう全員下向いてカーテン閉めて下向いてんのかって、もうとにかく誰も喋んないからこうさ、ものすごいシーンとした中でバス走っててさ、黄色でブレーキ踏むとさ監督の前にこう冷蔵庫みたいなのあるじゃん、あれガーンって蹴るのよ。さ、うわ怒ってるよとか、でまた黄色でブレーキ踏んで止まろうとしたらガーンって蹴ったらさ、もうシーンとしてんじゃん。運転手のさ席のさ横補助席にマネージャー座ってんだけど小声で喋ってんだけど聞こえちゃうのよ後ろまで、あすいません罰金払うんだよ赤でも言ってくださいって。マネージャーってで、なんかその後に赤プリでコーチ会議、まあ、僕監督が星野監督の時バッティングコーチもやったんで、うん、まあ、必ずミーティングがあるんですよ、うん、監督も来るやるね、必ずやるじゃないですか、うん、だから聞いた話だと、うん、僕らの時はコーヒーとか全部ブワーンって繰り返し帰ってくるんですよ、うん、すごいな
とこれが生の星野選手だと思って、一回ねジャンセン負けて、あの今中が、うん、オチさんにあのボール球、インコースのボール球をホームラン打たれたの、うん、でなんか監督の指示は歩かせろっていう指示だったんだけど、バッテリーコーチの指示がこうやってやっちゃったんだよ、あ広くだから今中はわざとボール球を投げて打ってくれたらラッキーっていうボール球をホームラン打たれちゃったの。でどうなったんじゃーっつって言ってミーティングで今中がいや、であとキャッチャーの中村がいやベンチの指示がこうだったんでっつって、お前らもういい帰れっつって言って選手帰って、帰ろうとしてあのみんながこう荷物持って歩き出してる瞬間にダーンと落としちゃう。何かなと思ったらあの赤プリのさ部屋のあの四つ足の椅子がさ壁に刺さっちゃってる。それびっくりした。ピッチングコーチに向かってぶん投げたのよ。なんかそれで俺聞いたのは最初ガラスの方に向いたっていう話があって、その時親父もなんか正気になったのか壁に行って刺さったって、やっぱ本当なんですね。その話足が刺さった本当本当本当ね。本当笑ったのが名古屋ドームでさ試合終わってで、うん、負けてさ、要はバッテリー間でボあの星野さんって打たれるのは怒んないんだけど、うん、フォアボールすごい嫌がる人じゃん。そうですね。で逃げて逃げてみたいな感じの試合 で結局負けたわけよ、うん、あのバッテリーコーチは加藤さんとあとヘッドコーチは島野さんが、うん、もう監督がもう今日は絶対怒るの分かってた、暴れるだろうっていうの分かってたから、もう前もってもう中村武史にわわわわ言ってたのよ、はい、ほんで監督がこうサロンに入ってきてでいや監督もう今しっかりあの言っときましたんで分かったって言って、で中村のとこ行って、武史明日までにけじめつけって一言顔の目の前で、ほんでスーッと監督室帰っていった、はい、もうさその雰囲気たるやさ、もうとても表の世界じゃないような感じよ。ほいでさでもう終わってさロッカー帰ったじゃん。いつも面白いのはあの立浪がさ、はい、立がさもうロッカーでさ、ロッカーちょうどさドラゴンズのロッカーってさ全部が内側向いてんのよ。ああそれあの当たり名古屋ドームですか今の。わーっとなってんだよ。ああ中村の問い面がちょうど立なんだよ、はい、で立がスサスサーっと置いて、中村さん監督がけじめつけろって言うんだから明日までに言ってこないとダメですよもうロッカー大爆笑でさ恐ろしいですね。もうだあのあの5年間はすごい勉強になったし、優勝、うん、あのリーグ優勝もできたし、うん、面白かったね、うん、もうあのロッテじゃ経験できないようなことばっかだったもんね、うん、リーグってっトレードですか。あ、いや俺はもう自由契約にしてもらった、うん、でしたらもうすぐ高畑さんがコーチ で、はい、でなんかちょうど星野さんまだその時あの NHK の、はい、あの解説をやってて、はい、なんかワールドシリーズアメリカ行ってたの、はい、したらなんか愛子取れって言って電話があったって、うんうん、高畑さんから連絡があって、俺一日ずれてたらヤクルトだった、だからなんかまあまあ運命というかさ、うん、でもとんでもない球団入っちゃったなと思ったもん。最初のチーム俺さ入ったばっかの時はさ、まあ、一応アピールもしなきゃいけないと思うからさ、うん、名古屋球場で監督の前に座ってたの、うん、だからみんなそこ若手しか座んないんだけど座ってたのよ、うん、でみんな座りたがらないからなんでかなと思ったらさ、ことあるごとに後ろからその椅子をガーッと蹴るのよ毎回こんなんなんだよ。それからどん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 さ反対の方になっていくわけよ。ですよね。あの扇風機意味ないですもんね。あれ殴るし、あの湯飲みもさプラスチックに変えたら怒っちゃうしさ、はい、で一回さ、はい、山本昌がさもうなんかフォアボール出して負けた試合があってさ、はい、もう激怒してたのよ。だからあの名古屋球場のさ裏にさ公衆電話があったの、はい、それをガーンって殴ったらもうここ切れて血だらだらなの。ほんでさあのミーティング食堂でミーティングになった時にさトレーナーがさ伊藤先生っていうのがさ監督ちょっと先に治療ったらやがしやーって言って血だらだら流しながら山本昌のここだよここお前バッターが怖いなら野球やめユニフォーム脱げつってお前が脱げねえならわしが脱がしたって言ってこんなとこで昌も言われてさうわすんげえとか思っちゃったよ俺。やべえこのチームとか思ってさマサさんも言ってましたけどあの FA の時に FA する気はないんだけど、うん、FA って出るとちょっと嬉しかったらしいですよね、
えぐえっていうのをしたら、星野監督のちっちゃなコメント教育が取らんって一行見ちゃったんですって、うん、マサさんが、うん、翌日マサさん電話したらしいです、うん、来年もよろしくお願いしますってもう照れ気もないけど何日間かしたりたかったらしいですよね、うん、そういう空気を星野さんの前じゃ無理ですよ、ね、いやね、でもね、俺ね1年目にさ、あの浜松で阪神戦だったのよ、はあ、あのドラゴンズの持ちゲームなのになぜか浜松って阪神ファンがすっげえ多いよ、ね、ほんでさ、あの俺レフトも持ってたんだけど、試合勝ってさ、もうみマウンド集まんじゃん、はあ、なんか雰囲気おかしいなと思ったらさ、外野のスタンドからさ阪神ファンがうわーってグラウンド入ってきちゃって、うんうん、でもうやべえとかっつって、もう握手どころの話じゃないっつって、うん、みんなわーっとさベンチかっかけて走ってって、でとりあえずベンチの裏までこう、うん、みんな入ってったわけよ、うん、で警備員がもうなんとかスッと出てきてロープ張ってなんとかそう止めたんだけど、うん、ベンチに道具置きっぱだから、うん、みんな取りに出たわけ、うん、でパウエルがちょうど俺も道具取り行った、パウエルも道具取り行って、うん、こうしゃがみながらなんかこう自分のバッグにこう入れようとしたらさ、若いさ阪神ファンのやつがさバーッとこうロープの下くぐってさ、パウエルの頭をポコンってこんな感じだよ、ポコンって叩いて逃げようとしたらさ、パウエルにガーッて掴まれて、そのベンチ前のグラウンドにバーンって倒されたら、もうパウエルがボコボコ殴り出したの、うん、したら星野さんとかさ球団の背広着た職員とかマネージャーとかガーッと来てさ、パウエル止めんのかなと思ったらさ、バーッと周りみんなからうっせやろとか思いながら俺まあロッテじゃさすがにそんな経験ないから、そいつ裏連れてかれて、でいつも本当は裏のロッカーで、狭いロッカーでミーティングなのよ、星野さんが今日はミーティングなしやっつって言って、うん、裏でボッコボコにされて、最後警備員両肩抱えられてこうやって裏あの関係者入り口から出されたんだよ、本当にとんでもねえ球団に来ちゃったなと思って、そのぐらいもうなんかね、なんかもう星野さんが監督だからっていうのもあるんだけど、ああもう全員が血の気多いのよ、すごかったですね、だからもうあの先頭で行くのがもう決まってて、大西とか、うん、あいつらがもう最初にこう行かなきゃいけない、はあ、だから山崎とさガルベスの時だってひどかったもん、もう山崎も投げてこられるの分かってたから、うん、あれその前に小島っていうピッチャーが落合さんにわざとぶつけたのよ、うん、ベンチの指令で、はあ、でもまっすぐでぶつけたらやばいなと思ったからスライダーでぶつけたのよ、はあ、で落ちさんも分かってたからそのままファースト歩いたんだけど、はい、長嶋さんってさ意外とそういうところをやり返すじゃん、うん、そうですね、あのねまあまあ本当に本当はあのどうですかじゃないですからね、うん、勝負実際は裏で、はい、ね元木も言ってたけど、うん、裏で引っ張られたりとかさ、でその時ガルベスが山崎の頭いきなり先頭バッターで投げてきて乱闘になったんですよ、はい、山崎がさぶん殴られてさ口から血、もうあいつ口の中4針塗ったんだけど、でぐっちゃぐちゃになったらさ、もうその乱闘を止めようとしたのがさ長嶋さんと一茂よ、うん、ほんでさ長嶋さんくしゃくしゃになっちゃって帽子飛んじゃって、でなんとかこ う, もう審判も止めて収まってさ、で私の帽子はって言ってるところでさ、ドラゴンの上川さんがさ帽子拾ってさ渡そうとしたらさ、こうやって拾おうとした瞬間にさ星野さんが拾うなっつって言った、上川さん一回拾ったやつをこうやって置いたから本当にマジマジ、ほんでさその後さ長嶋監督のっすよ、そうその後さ島野さんのヘッドコーチがなんかさ乱闘終わった後にさ裏のさトレーナーバッグのところでさなんかこう手テーピングしてるから、うん、あれヘッドなんか怪我したんですかって、いやあいこ今日もう一回ある何やってんのかなと思ったら、ここに鉄板をテーピングで貼り付けてたんだから、マジでほんで手袋してもう今日はもう帰るのさって言って俺もうさとんでもねえな、とんでもない球団来たなとか思ったけど、楽しいっていうかさ、なんかこう勝ってる時は99年優勝した時なんてもうイケイケよ、うん、もう監督の、ただね監督8人経験してるんだね、はい、20年間で多いっすね、うん、唯一だね試合勝った時に星野さんって、多分デーブ経験あると思うけど、あの人さ選手にさ今日はよくやったって言うんじゃなくて、みんな今日はありがとうって、うん、必ず最初に試合、あそうす、ね、だから負けた日と試合と勝った試合のかける言葉がさ、うん、もうギャップがありすぎるぐらいだけど、ね、いや選手にありがとうっていう監督俺初めてだと思って、うん、
だからもうなんかそういうとこだろうね、なんかこう引きつけられる。そうですね。いや俺星野さんのさミーティングってさ、俺毎回さ引きつけられるっていうのもあったけど、あの心の片隅で思ってたのがさ、この人絶対政治家になった方がいいなって、思いましたよね。すげえ思うよね。もう下手な政治家よりも人を引きつけるなんか喋りをするってさ、ありますね。だからあの優勝した時も神宮でさ、最初にさファンにまず挨拶をしての後にさ、この頑張った選手たちに拍手をしてくださいっていう、だからあの辺がさ、ね、なんかもう選手にとってみればたまらんしさ、たまんないですよね。で一番俺すげえなと思ったのは1年目さ、名古屋球場最後だったの、ほんでほらジャイアンツがさメイクミラクルじゃないけどさ、あの優勝してさ、ね、最後130試合目に、あの試合の後にさセレモニーがあって、監督の挨拶の最初の一言がジャイアンツのみんな、そしてジャイアンツファンの皆さんおめでとうっていう一言から入るんだけど、すげえなと思って、負けたすぐの後じゃん。もうなんかこういうところがやっぱあの人の、あの星野さんのすげえとこだなとかって思ってさ、そうですね。やっぱあの8人の監督をいろいろ経験して、本当に稲尾さんなんかも人間的にも素晴らしいしさ、まあ、有藤さんでもうイケイケで、まあ、あのだけどこう優しいとこもあるしみたいな、なんかもうあるし、あの金谷さんみたいにさ、もう本当金谷さんなんて長嶋さんと一緒だから選手の名前を覚えないしさ、似てるんですか。もうさ何がひどいってさ、ベンチから頭に行けとか平気で言っちゃう人なのよ、あの人。俺審判が怒って監督も今度言ったら、あの退場しますね、退場ですとか、あのそれでもやかましいわーっつって言って頭行けとかって言っててさ、キャッチャーの福澤がさ審判に向かってお願いですから退場にしてくださいっつってお願いしたぐらいなんだから本当に。だって西武戦でさ、はい、ほら退場になったじゃん、高木さん審判を蹴っ飛ばした、あ、ありましたね、その川がボークして、はい、あの後1ヶ月禁止よ、はい、もうでもいやその辺が星野さんとはまた違う魅力なんだけどさ、はい、大阪でミーティングよ、あの禁止1ヶ月決まって、はい、で選手全員集められて、で今回の一件でみんなに悪いなって謝るのかなと思ったら、この殿堂入りのわしに二度とこんな真似をさすな、今回の一件誰が悪いって、そのかお前が一番悪いって言われちゃってさ、そのちょうど俺の後ろにいたんだけど、何言ってんの、お前が一番悪いんだろうって言っててほんでさ、川崎球場でさ謹慎だよ、だから球場に行っちゃいけないのに、はい、あのバックスクリーンのさ、はい、こんな小窓があるのよ、はい、ほらバックスクリーンでほらスコアボードを、あ、前はあれ手でやってたんですよ、そうそうそう、川崎球場はあそこからさこうタオルで放火持ってさずっと試合見ててでベンチとさバックスクリーンって黒電話で繋がってんだよ、はい、電話鳴りっぱだから試合中さすが。ほんで審判が見つけたのよ、ほんでキャッチャーにあれ監督やろ顔出すなって言うとけっつって言ってほんで徳武さんが電話で監督バレましたって言ってだからさ、それはそれでなんか俺の中ではすげえ魅力なんだ、魅力ですよね。まともにやってたらなんかこうなんだこの人って思っちゃうけど、客観的に見てたらすっげえ楽しくて、だって試合前これからもう5分後にシートノックだっていうのにマネージャーがあいこちょっと監督が呼んでるから監督室行ってくれって言ってさ、おそこ座れって言って、なんか打順のことがチーム調子悪いしなんか言われんのかなと思って、はい、たらさいきなり財布持ってきて、まあ、これ見てみろっつって言って、はい、で中に金札がパーッとすっげえいっぱい入ってんの、はい、わしの財布はな常に金札が200万入っとるんじゃ、はい、使ったら使った分女房が補充してすごいやろ今日も頑張れっつって言って、なんてことないの、そのピン札が俺の財布に常に200万入ってるっていうことを自慢したいがために俺を呼び出しやがって試合シートノック5分前だね失礼ですけど可愛いですよねだからまともに考えて相手してたらあれだけど、俺も選手会長だったからだけどもう客観的だともう楽しくてしょうがなくてで、だからもうだからそれなりにやっぱりみんな魅力的な監督だけど、でもやっぱ星野さんだけはちょっと違いますよね、なんかその違うな俺はだからもう本当にもう本当残念なくなって残念だと思ってるのは俺は星野さんにはコミッショナーやってほしい。あだいぶ変わったでしょうね、うん、今回の今年あった中田のがまたまたバタバタもうやっと沈下したんですけど、うん、あなってないですよね、星野さんがコミッショナーやって
なんかこうしっかり道筋作ってくれそうでしたよね、うん、いろんなことが問題起きてもそういう人だよ ね、 うそういう人ね、あの人はね、なんかもう、うん、なんか人の上に立つ人ってこういう人なんだなっていう、うん、だ僕今でも消せないですよ、星野さんの携帯だけ消せないですよ、だいたいなくなったらもう消すんですけど、うん、なんか消せないですよね、これ消したら最後僕母子家庭じゃないですか、うん、だから親父っていう人がいないで育っちゃったから、うん、やっぱり根本さんだったんですよ、根本管理部長を、うんうん、まあ、みんな親父って呼ぶんですけど、で次が藤田監督だったんですけど、藤田監督は、まあ、監督しか呼べなくて、うん、でも俺一生親父出てこねえなと思ったら星野さんと出会っちゃって、うん、最初挨拶した時も、まあ、何回も喋ってましたけど、挨拶してて、しっかりやれって、はい、頑張りますって、なんかどっかでたまにさ下ネタの落ち言わない、半端じゃなく言いますよね、ほんと機嫌がいいとさ下ネタばっかり言ってるよね、あのレディーストーク多いですよね、俺なんかね横浜スタジアム行くといつも機嫌いいんだよ、うん、俺らさ代打だったじゃん最後でさ、後ろでバットこうモニター見ながらバット振ってるとさ、うん、監督さ星野さんあの葉巻好きだからさ、うん、5回終わると葉巻吸いに行くんだよ、うん、で葉巻吸いながらさ、で大体機嫌がいいと愛ちゃんっていうのよ、女の子、愛ちゃんよってお前の使い古しでいいからちょっと一人女の紹介してくれ、何その使い古しでいいからとかってもうなんかそんなことばっかり言う、そうですね、結構、うん、あのそれこそ横浜の時にさ、お前俺お前ちょっと糖尿で言うこと聞かねえんだけど、すんげえ薬がハワイから来るから、世の中にバイアグラっていう言葉はまだ日本には一つもなかった時に、うん、どうもそのバイアグラをなんか処方箋向こうに送ったらもうすぐ届くから、うん、島ちゃんにもあげようと思ったんだよっつって言って、なんか試合中にそんな話をしたのがバイアグラの話、はあ、本当さなんか試合中でもなんかそんな感じで、うん、だから横浜の時なんかさ俺全然知らない女から部屋に電話かかってきたのよ、はい、あ、じゃあ携帯に、はい、ほんであれなんで俺の携帯番号知ってんですかって言ったら、なんかホテルの前にいた女の子で、俺ら星野さんって別の近くのすぐ違うホテルだった、はい、そのファンの子に声かけてお茶でもするかって言って、はい、でなんかホテルのラウンジで誰のファンやっつったら、愛子さんのファンですって言ったら、はい、なんか知んないけど勝手に俺の携帯の番号教えたらしくて携帯番号教えてやるよとかっつって言って、でその子電話かかってきちゃって、で誰に聞いたって、いや監督さんに教えてもらいましたっつって言って、でもあのその女性昔の人ってなんか女を球場に呼ぶとかって絶対ご法度みたいな感じだったけど、うん、星野監督なかったですもんね、家族を呼ぶ時間とか、うん、仙台から一旦戻んないと家族に会わせてやれっていう、彼女もに会いたいだろうっつって、うん、必ずその時間を作ったっすよね、なんかそこのあれはすごいよね、うん、人間だから、家族を大事にですよね、その時間すごい、わざわざ俺仙台戻んなくてもいいのになと思ってたんですよ、うん、オープン戦そのまま流れ来て原因の1回わざわざ帰んですよ、だって練習できないんですよ寒くて、あでも2日間か3日間滞在して家族と彼女とかの時間を作らせてやれっつって、こっちはバッティングコーチとすりゃ、いやもっとあったかいところで打たせられるのにと思ったけど、うん、そこはきっちり休みになったし、だからさああいう人が監督だし、あの選手もさもうほんと博打好きばっかでさ、あ中日言いますよね、だって99年優勝した時なんかラスベガスだ優勝旅行もう行ったらすぐだもんね、みんな本当にですよね、うん、本当そういうのあの好きなの選手が多かったな、愛子さんは、うん、その例えばプロ野球のコーチとかは興味なかったんですか、いや俺さいろんなコーチとかもまあ当然20年もいれば見てきたし、はあ、話もいろいろ聞いててさ、そのなんか俺その人間関係とかさ、はい、そういうのうまくやる自信がないのよ、あそうですかね、なんかこび打ったりとか、ああそれできないですよね、それがうまくできないから、ああかといってそれでもあのなんかこうやってだけど、あれってさ目まぐるしいじゃん、コーチ監督がクビになったらさ一緒に辞めなきゃいけないとかさ、ね、なんかそれだったらあの正直言うとプロ野球選手ってさ教えるのもまあ楽しいっちゃ楽しいんだろうけどさ、なんか出来上がってないものを教えてる方のがなんか楽しい、確かにそれありますよね、なんか成長度がさプロ野球選手よりすごい大きいじゃん、ね、小学生とか中学生って、うん、だからそれがすごい楽しくてさ、でまあやってるからっていうのもあるし、なんか
コーチをやりながら苦労してる人も見てきたし、話も聞いてるから、いや俺には無理だなと思って。最初から思っちゃってたんですか。うん、もうなんか星野さんの時のコーチの人もすっげえ大変だったしさ、見てると見てるとね。でロッテとかもさ、あの給料聞いてもさ、もうなんか本当かわいそうな、そうそう、急にありますもんね。うん、ジャイアンツさんで昔さ、3軍なのに3000万っていう噂あったっすもんね。コーチいたりとかしたじゃない。だからまあ、だからそういう金銭的なことを考えたら当然プロ野球のコーチもいいんだろうけど、なんかこう俺そういうしがらみの中に入るのが苦手でさ、必要なのは愛子さんみたいな媚び売らないコーチがいてくれないと選手は純粋に育たないなっていうのは感じましたね。俺さ平気で上と喧嘩しちゃうから、そうですよね、だからすぐクビになっちゃうけど、だから選手がこう言ってるからとか、だから俺高校の時もみんながさ、あのテスト期間中ぐらい家帰りたいよとかって言うから、うん、こんなとこでグズグズ言ってもしょうがねえからっつって、俺キャプテンだったから、うん、監督さんのとこに言いに行って、うん、でじゃあ分かったと返してやる、でその代わり一人でも赤点が出たらもう二度と返さないって言ったら、うん、案の定赤点が出たっていうさ無茶な話ですそうそうそう、だけどもう朝のさ、あの起きてからの体操なんてさ、誰も体操ちゃんと3年生なんかやんないし、そうですそうですね、だから無駄だからもう必要ないですって言ってやめちゃったりとか、うん、俺平気でそういうことを、あ、あの、まあ、人のためにやっちゃうんですよね、やっちゃうタイプだけど、はい、当然上からはだから噛みつくからみたいな、うん、だから俺、ね、あの日岡さんともいろいろあったから俺結局ロッテが、それでロッテいなくなっちゃったんですね。そうそう、俺酒なんか一滴も飲まないようにさ、飲めないですもんね。バレンタインがさ、俺が二軍に行く時にさ、監督室呼ばれてさ、要するに GM からこういう報告があってとか、俺それ聞いてさ、通訳の人とさ聞いててゲラゲラ笑ってたら、バレンタインが何笑ってんだみたいな感じで、言ったらさ、いやもう通訳に説明してあげてって言って、でいや実はたけしはお酒一滴も飲みませんよって言ったら、はい、バレンタインが、あのバレンタインがだよ、テーブルに手ついてすまんみたいな感じで頭下げたの、何って言ったら、はい、いや俺はお前を助けてやることができないって、なぜなら選手の入れ替えをついさっき剥奪されたばっかだっつって言って、バレンタイン、そうそう、井岡さん GM ですか。 そう、それでもうなんかだからそういうのも経験してるから、なんかめんどくさいなって思っちゃうのよね。なんかもうまあ会社と一緒なんだろうけどさ。そうなんですよ。それはあります。いやだから俺デーブはすごいいろんな意味で